賞の会、プロジェクト普及委員会、公開気象講演会、お仏像の世界にお越しいただきありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます、小野と言います。よろしくお願いします。それでは、開会に先立ちまして、プロジェクト普及委員会、田中委員長より挨拶をお願いします。教育と福建会担当理事の田中と申します。毎年この気象学会春の大会の中でですね、学会といいますと会費を払って参加する、そして情報交換を行うというそれが本来の場でありますけれども、昨今その一般へのですね、この学会の活動を普及する必要があるという、この社会貢献というものが非常に重要視される中でですね、こういったの公開気象観会というものが非常に重視されてきております。それで、この教育と普及委員会が公開気象観会を担当しておりますけれども、今日はこの場をお借りしまして、教育と普及委員会の活動について簡単に、ご紹介させていただきたいと思います。まずはこの公開気象講演会ですけれども、これは一般の市民を対象とした、科学的な最前線を平たく、お伝えするという趣旨で毎年1回開催しております。この他に夏季大学というのが夏に企画されております。これはもっと突っ込んだ大学の講義レベルのですね、気象学、これは2日間にわたって、皆様に参加するという機会でございます。今年は、ザ・竜巻というテーマで、8月の2日から3日にかけて気象庁の報道で、開催される予定です。もうすぐ募集がかかりますので、興味のある方はぜひご参加いただきたいと思います。またその他に気象サイエンスカフェ、これは日本気象予報士会との共催という形で頻繁に行っております。初めは関東地区で始まりましたけれども、今は各支部で非常に精力的に行われるようになっています。また気象教育懇談会というものもこの学会の期間中に開催しています。今年は気象学会ジュニアセッションの開設と学校教育というテーマで議論させていただきました。日本気象学会もその高校生に声をかけてですね、高校生の活発なその気象の研究の成果発表の場を作ってはどうかということで、実は来年の筑波大会2015年、ここでジュニアセッション、開催すべきな努力をしているところでございます。また日本気象予報士会が今立ち上げようとしております気象予報士 CPD 制度などについても学会として努力を行っております。このような多岐にわたる日夜行いまして、社会貢献に、尽力しようということで、我々教育と普及委員会が頑張っています。そこで、今回、この公開気象講演会のテーマですけれども、極地風の世界というテーマを選ばさせていただきました。昨年とですね、再生可能エネルギー、あるいは温暖化と、そういった重要な問題ではありますけれども、取り上げさせていただきましたが、今年は、気象学のど真ん中といいますか、原点といいますか、特化の極地風について、先端的な研究を行っている6名の講師の方々に、その最先端的なですね、研究の紹介を行っていただきたいということで、させていただきました。古くて新しいテーマではございます。最近では、その三次元なメソッド、気象モデル等で、細かい極地風の再現もなされるようになっておりますので、その辺のところを今日は皆様に最先端的な現状ですね、提供できればと思っております。今回の総合司会は横浜国大の船橋さんにお願いしております。またこの開催になっておりましては、日本気象予報士会から講演をいただいております。今回の
国立大学の筆谷氏です。今回は総合司会ということで、やらせていただいております。で、僕は教育特急委員会をやっておりまして、兼ねてやっておりまして、あと気象学会、今回の大会実行委員会もやっております。ので、まあ、そういう流れもあって、僕の方でちょっといろいろアレンジさせていただきました。で、タイトルなんですけども、僕は風を、もうシンプルに風をやりたいって言ったんですけれども、まあ、一言で風って言っても、実はいろいろありまして、例えば地球をめくるような大規模な風、偏西風とか季節風の風もあれば、大気の温帯低気圧がやってきて、もう荒れ狂うような風っていうのもあります。で、そういうイベントに伴う風もがないときでも、条件さえ揃えば、日々いろんな風が吹いていて、海から吹く風とか陸から吹く風、そしてそよ風やその内風っていうのはあります。で、まあ、こういったいろんな風の中でも、僕は局地風を、やりたいと思って、提案しました。で、別名としては地方風とか局所風っていう、まあ、ローカルウィンドって言ったりするんですけども、それは定義としては特定の地域に限って吹く風っていうことです。で、それはその地域独特の気候や風土を、作ることになります。で、例えばプラスで言うと、恵みの雨をもたらすような風っていうのもあれば、マイナスで言うと、農業とかいろんなものに大きな被害を与えて生活の脅威になるような風っていうのもマイナスであるわけです。で、そうやって、もちろんそういう風が急に吹き出したわけじゃなくて、昔からあるわけで、文化的な側面も、その風にはもたらすから、ついて回るっていうのが結構な話です。で、まあ、要はその地域に根付いた身近な風なんですけれども、実は局地風を例えば研究しようとして、その地域に行くと、皆さんその風をよく知ってるんです。こういう時に吹くとか、こういう状況になれば、ここで吹くとこは強くなるとか、そういう話はあるんですけれども、じゃあどういったメカニズムでそうなるんですかっていうと、実は皆さんよく知らない。ということで、実はそこから気象学が始まるわけです。で、実はそういうふうに分かっている気になっていたけれども、実はよく分かっていない風だったということが挙げられると思います。今日、まあ、この地図、ちょっと古い地図ではあるんですが、日本中でそういった名前のある局地風というのは各地で発生しております。で、もちろんこれ以外もあって、100ぐらいあるというふうには言われているんですが、今回、この風の中で、日本三大局地風、まず風全体の話を、木村先生にやっていただきます。で、その後、この局地風の中でも、日本各地にある風の中でも、三大局地風って言われている風の、を研究している人を、講師にお呼びしました。で、一つ目が、まあ、これはヒロト風っていう風は、僕の方でやらせていただきます。もう一つが、山地風は、斉藤和夫先生にお願いしています。で、清川さん氏は、佐々木さんにお願いしています。ということで、まあ、全体の日本の局地風の中で、三大局地風の研究をしているそれぞれの先生に、今の研究、どういったことが分かってきて、今が、ここは分かってないというところを紹介していただきたいなと思っています。で、さらに、石川嵐の方を名越さんにお願いしておりまして、平尾氏を東さんにお願いしています。新しい、技術を持って、今まで分からなかったところを、こういう新しい側機で側面をこういうふうに見え出したというところを最先端の話をしていただきたいと思っています。で、全体のスケジュールなんですが、まあ、こういっぱい使うことになっていますが、前半、講演3件した後、15分休憩して、また講演3件という最後は、全体を通した総合講演をしていくつもりです。まあ、時間は結構フレキシブルに動くつもりではあるんですけれども、まあ、大体こういった流れでやりたいと思います。あと、事務局の方からです。この宴会場は飲食禁止になっています。そして、ゴミ箱が実はこの会場に設置されておりません。ですので、ぜひゴミはお持ち帰り、ゴミをお願いしたいと思います。これは実は重要文化財で、我々実は4日間やってるんですけれども、ちょっとこう、テープとかを剥がしたりして、剥げてしたら、もうそれは大変な惨事になると言われて、我々はビクビクしながら、運営しております。ですので、皆さんご協力をよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、早速、
か公園に移らせていただきます。最初の講演は海洋研究開発機構特任上席研究員木村不二雄先生による極地風の世界です。それではよろしくお願いいたします。今日の総合演会、特に世界なんですけども、
分だけ言います。すごく簡単にすると、山の高さが200メートルだと、2メートルパーセント。で、これより風が強いと山は越えます。で、簡単にもっと、例えば10メートルの風が吹くと、その10メートルの風から見ると、200メートルは山だと特に感じない。もうほとんど素通りしてしまう。そういう感じになります。一方で2000メートルの山だと、その基準が20メートル、こっち10倍になります。
しますと谷全体に谷の下の方から山の山頂の方に向かって、つまり 谷側とは逆向きのことになります。で、夜になると、放射で地面が消えて、谷の降り流が降りることになって、それが谷にたまるとこの山から 谷側の水と同じような方向にかけられる。もともとこれ8枚あったんですけども、4枚に出したんですが、こんなだけですね。でもね、ちょっとね、違うメカニズムを言う人もいるんですね。でこれはアメリカの上から出てきたんで、これ谷なんですけども、広いですね、日本で聞いてくれる。木も少ない。だけども、ここで言いたいことは、この谷の中に入ってくる、太陽光の、面積、この面積の部分だけ太陽光が谷に入ってくる。部屋と、同じ部屋と比べると、部屋も同じ面積に入ってくるとしたときに、空気の量が谷の中は小さくて、部屋の中でちょうどこの三角2つの分だけ空気が少ないということは温まりやすいということですね。でそうすると部屋、広い谷、狭い谷だと狭い谷が一番温まりやすいので、風は平野から広い谷、広い谷から弱い狭い谷、谷底の下まで谷底が一応だとしてもそれがあるんですね。横が同じだとしても平野から広い谷、こういうことになります。珍しいんですけども、山を降りる谷風というのも、アメリカなんかでは観測されています。最後にこれ、示さないって書いてあるんですけど、皆さんご存知の条件です。学校で見たらです。でこれは山を越えるときに、溶血が起こって雨が降って、その分の熱をもらって、同じ高さ、下っていうことで変わってます。昔から雨が降らないで、これは冷たい空気がここにあるんですけども、それが山で凍結されて上の暖かい空気を、それから何だかよく分からないけども複雑な第三の原因、これは寒寒で向きって冷たい空気もないんですけども、山の空気上ではいくつかメカニズムが出やすいということで、正体、発生の謎
まるというタイトルで、ご紹介したいと思います。でまずそもそもヒロトカゼというのは、最初に僕の方で、お話ししましたけれども、日本にある極地風の火山、もういろんな名前がついてある中の、この山地風と清川出しに並ぶ日本三大極地風、三大悪風の一つと言われています。で場所は岡山県と鳥取県の間で標高1200メートルくらいの渚山という県境に山があります。この山の南側だけで吹く強い風です。まあ山なんて卸し風です。で、まあ、1回吹くとものすごい大きな被害がその狭い地域だけに発生します。で、収穫前の稲を倒したり、本当にたくさんの木を倒したり、時にはまた建物を倒したりするということで、風のあの地域の人たちはいつも困らされていました。で、まあ、古くからこういった大きな被害が出ているので、当然、たくさん研究もされていまして、結果をまとめると、発生メカニズムの研究用の結果をまとめると、こんな模式図になります。右側が日本海側で、鳥取の方向から強い北風が吹いた時に、その先ほどの 1200m の山を越える山越え気流がこうやって起きて、こういった波が起きると、先ほどの木村先生からもお話がありましたが、山を越える時のこう波が起きるような状況で、強風が吹くだろうというふうなのが今までの研究の、まあ、一般的な、まあ、まとめです。でもう一個特徴があって、この渚山の北側はこういった地形なんです。 V 字の地形になっていて、北風がここの V 字のところで収束されて非常に強くなると、だから風上側の方で、強くなる地形的な強制が、地形的な外力があって、強くなるだろうというふうに言われています。でもう一個、これが大きな特徴なんですけども、このヒロトカゼが吹くときっていうのは実は特徴が一つあって、吹くときっていうのは台風がこういう 南の方からやってきて、四国の紀伊半島のこの辺りを通過した時にだけ発生するという特徴があります。でこの特徴、まあ、これ要はこの強い北風というのは台風がもたらした強い北風ということになるんですけれども、よく考えると少しすごく不思議ですよね。この山岳波を見ると、ただ単に強い北風があって山を越えて強風になるっていうだけなんですけれども、なぜこの台風がこの領域を通らなきゃいけないのか、便宜条項ヒロトカゼ発生ゾーンと言いますか、ヒロトカゼゾーンになぜ台風が入らなきゃいけないかっていうところが大きな謎です。実際このメカニズムだけ考えれば台風じゃなくてもいいわけです。温帯低気圧でもいいわけですし、もうこのゾーンじゃなくても強い北風さえ吹けばいいような気がします。この謎は誰もまだ解いたことがありません。でもう一つは、一つちょっと事例をお見せします。2001年の台風11号が南からやってきて、先ほどのヒロトカゼゾーン、台風が通過した時の、それぞれのアメダスの時間変化を指しています。場所はこの渚山の南側の麓、渚というところのアメダスです。で時間を見ていくと、まあ、台風がどんどん近づいてくることで、この辺も北風になります。でこちら風速なんですけども、14時ぐらいですかね、ちょうどこのヒロトカゼゾーンに入ったあたりから風速が10分平均で15メートルパー秒くらい、非常に強い風が約6時間吹いてます。しかもこれ北風です。これがヒロトカゼです。じゃあ周りはどうなっているかというと、この風上側の鳥取なんかを見ると、北風は少し早めに始まっています。でヒロトカゼが発生している時も強い北風が発生しているんですけれども、実はよく見るとヒロトカゼが止んだ時も強い北風がまんまなんです。これは実はまだ謎です。でもう一個見ると、風下側のアメダスの地点を見ると、実は全然台風がむしろこっちの方が近くて強くて風が強くていいはずなのに、風がずっと弱いまんまです。でさらに面白いのは、ヒロトカゼが終わったあたり、まあ吹いている時もそうなんですけど、逆風が起きます。南風が起きているっていう謎がまだあります。ということで、ヒロトカゼの研究をいろんな方がされているんですが、まだまだいっぱいの謎があって、謎を挙げていくと、そもそもどうして台風がトリガーになっているのか、そしてその台風がなぜ紀伊半島の南岸ヒロトカゼゾーンを通った時だけ発生するのか、でさらに先ほどお見せしたようにヒロトカゼが止んでも
実は北風上側では強い北風が吹いている。で、発生後は実は風下側は逆風になったりする。で、実はあの谷ってどういう影響しているか誰も実は分かっていないわけです。で、そもそも人と風発生2回戦というのは、本当にこの風下に起きる山岳波なのかっていうのが謎です。で、今日皆さんにはこの6つの謎を全てクリアになるような新しいメカニズムを、ご紹介したいと思います。じゃあ2番目にその研究の話に少しずつなってちょっと難しくなっているかもしれないですがついてきてください。数値シミュレーションです。実際にヒロト風の研究を難しくするというのはやっぱり観測が難しかったということで、観測ができなかったらコンピューターを使った数値シミュレーションの中で研究しようというのが、まあ、一つのオーソドックスなやり方です。で、あまり詳しい話はしませんが、こういった一つの領域ドメインを作る領域を作って、コンピューターで現実に起きているところをなんとか再現して、観測できないところも、見ていくっていうのがやり方です。で、まあ僕の方で、台風もシミュレーションできるような領域を取って、で狭い領域も解像度1キロぐらいまで非常に細かい詳細な部分まで見れるようにしています。実際にこういう地形の効果を見たいので高解像度にしています。じゃあ、シミュレーションの結果をお見せします。まずこの黄緑が台風です。台風の実際の観測された、トラックです。で、数字がその中心気圧です。で、シミュレーション結果をお見せすると、こんな感じで、大体台風と同じ場所、大体これ6時間ごとで丸をつけてますが、大体同じ時間に同じ場所にいて、強さも大体同じぐらいで、台風はうまくシミュレーションできました。じゃあ、実際に観測されている風の分布はどうかというと、こちら風の分布。こちらアメダスなんですが、台風がちょうどこの辺りになる時の風の、アメダスの分布です。で、こうやって見ると台風のこういう低気圧性反時計回りの循環の中で、この地域だけ、非常に強い風速15メートルの山根が見えます。これがヒロト風観測中です。で、同じようにシミュレーションした結果がこちらです。強い風速が強いところをちょっと赤で塗ってますが、海の方は強いです。で、もちろん海上風が強いんですが、陸の方もある部分だけ強くて、ちょうどこれはここです。もうちょっとこう、クローズアップしていくと、これ地形も書いてますが、なぎさんの風下側で、ほんと狭いところだけで強く吹いている。これはまさにヒロト風がうまくシミュレーションできたということになります。時間変化もちょっと見ていきたいです。先ほどの、雲と風上、風下のアメダスの風速の時間変化を書いております。これ観測結果なんですが、シミュレーションでもここまで、うまく再現できます。ちょっとシミュレーションの方が強めなんですけれども、ヒロト風発生中の風の強いところとか強い時間期間というのは大体合っていて、まあ、うまくシミュレーションできているだろうということになります。で、このシミュレーションがうまくできたので、じゃあ観測できない内部構造、上空はどうなっているかという様子を延直断面を切って見ていきます。延直断面はこちらからこちらの南北に切った断面の図です。こちらが南北側で、こちらが南側です。で、こちら側が、時間になってまして、下から上に時間が経っていると思っています。で、これは地上風の強いところを表しています。この黒い影が、地形です。なので、なぎさはこの一番高いところになります。で、こうやって見ていくと、時間とともにこの青い強い北風がこの山の斜面のところで吹いています。それがだんだんと麓の方まで、麓というか麓の遠くの方まで、強風が続いて、しばらくするとだんだんとまた後ろの方に風上の方に衰退している様子があります。で、この風上や麓や風下の地点の緯度に線を引くとこうなります。この麓のこの緯度の線のこういうこの時間からこの時間まで、辿っていった風速がいわゆるこちらの時間変化になるわけです。で、こうやって見ていくと、この青の色で塗ったところの強いところとこの麓の緯度のところが重なるところで、いわゆるヒロト風が発生です。で、しばらくすると衰退していって、ヒロト風が衰退していくっていう様子がこの時間断面図から見えるわけです。で、じゃあここがヒロト風の発生中で、ここが発生前、発生後ということなので、それぞれの時間の延直方向の上空の予想の一つがこちらです。こちらが、
北、こちら側が南の南北の断面図です。で、こちらは南北の延直断面です。こちらが高さです。で、発生前、発生中、発生後と下から上に時間が、時間が進むようになっています。で、こちらが、風速になりますけれども、風速を見ると、南山の北側、日本海側から、最初は少し弱い北風が入っています。で、山をこの傾斜のところで、これ延直流なんですが、下向きに降りる下降流が発生します。ただまだ少し弱くて、これ温度バーを指しているんですが、温度バーっていうのは、温度バーの統治線というのはその風の動きを流線を指しています。なので、ここで少しこうへこんでいるところが見えると思いますが、風がこういうふうにちょっとへこんで吹いていると。少しこう、斜面を沿うようなおろし風が発生しているという状況です。これが広島の発生前です。で、発生中は置いといて、発生後を先にお見せします。発生後も、東側、日本海側は強い、今度少し強くなった北風になっています。で、山にぶつかった後、下降流、上昇流、下降流、上昇流というふうに、次から順に上下、上下という風が吹いています。で、それは、この覆いで見ると、こう、波々波々ってなっていて、我々でいう山岳化、風下山岳化という現象が起きています。これが実は、ヒロトカズが発生後です。じゃあ発生中はどうなっているかっていうと、実は風上は強い北風。で、この山の斜面のところで下降流が発生しているんですけども、すぐには上昇しない。しばらくした先に上昇します。なので、この東温線と温度の東温線を見ても、少しこうずるっといった後、こっちみたいに波々波々って上昇せずに、しばらくずる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 っていって、遠くの方で上昇する。なんかこう、地を這うような下ろし風になっているわけです。なので、この地を這う下ろし風のせいで、強風域がずっと風下の方まで伸びている時が、ヒロト風の発生中だったということになります。ポイントは、おそらくこの図でいくと、上昇流の位置です。下ろし風の後、その後すぐに上昇する場合と遠くで上昇するかっていうのがポイントになると思えば、同じ延直断面図を見るとこちら時間方向の、下層850ヘクトパスカルの高さの延直流です、山の斜面のところでずっと下降流が起きてます。で、発生後の時は上昇流、下降流、上昇流という三角が続いてるんですが、実は発生中のところは少し先の方で上昇流が起きているんです。この下降流と下ろし風のところと次の上昇流の間が強風域になっていたということがヒロト風の構造です。ただ今の話はヒロト風がどう起きたか、何が起きたかっていうところがの話です。どうして起きたかっていうところはまだやってません。ということでその謎に迫りますが、その謎を解く鍵は上空にありました。こちら、先ほどと同じ南北の断面図の南北風速ですが、ヒロト風発生前や発生中の上空は実は南風になっています。赤系で書いている南風になっています。で、発生後は実は同じ下層と同じ北風になっています。発生中と発生後で上空の風向が変わるわけです。これ何が起きているかというと、犯人は台風です。こちら下層の風、こちら上層、中層の水平風を表しています。で、ヒロト風発生前は台風がどんどん日本に紀伊半島に近づいてきます。今この赤で書いているのは南風で、青は北風です。だんだんと、こういう台風なので反時計回りの低気圧で循環してるんですが、南山付近はだんだんとこう近づいてくると北風になります。強い北風になってきます。で、紀伊半島を上陸した頃も北風です。これはまさに台風の循環を表していますが、じゃあ中層はどうなっているかというと、中層も同じように台風の低気圧性循環なんですが、吹き出しになっています。台風は下層は入ってくる側で、上空は外に出る風になります。吹き出しになります。吹き出しなので、実は、南風です。紀伊半島に近づいてきた時も、渚の吹きは南風です。ただ、渚が上陸すると、今度は、台風の循環波の周りの風、この辺りで偏西風の風があります。
しかも偏西風の西風に台風の低圧部があるので、北風西風が入っています。つまりこちらは今まで南風だったのに上空の風向が台風の循環場から偏西風に変わることで北風西風になってしまう。つまり台風ヒロトカが発生しているときは下層は強い南風、上層は台風によって北風になっているときに限るわけです。これが台風が渚のほぼ南側にあることが重要だ、いわゆるヒロト風ゾーンの理由になります。ということでシミュレーションから考えられてきた新しいメカニズムです。少しちょっと難しい話はカシオって話をしますけれども、ヒロト風が発生しているときは強い北風です。で山越え気流なんですが、上層は南風です。その時は下層の北風と上層の南風があれば必然的に風速ゼロの層、南北風速がゼロの層、そういう層がある時は山を越えた後すぐに波波波ってならずにズルズルズルっていう風になります。で今まで考えられてきた三角波はこちらです。それは強い北風があって、まあ、上層もまあ、大体北風があると。で、まあ、ちょっとした理由があれば、波波波っていうのが、ちょっと振幅が増えて、こう、きれいな波波になります。ただ、この時は、実は、ふもとはそんなに風は強くないはずです。風が強いのはこちらです。と思えば、大事なのは、強い北風プラス上空の南風であって、こういった三角波が、ヒロト風の発生をもたらしたわけじゃなかった。っていうのが、シミュレーション結果から見えてきました。ただこれはあくまでもコンピューターの話なので、じゃあ実際はどうかっていうのを検証していきます。まあ、3つの方法で検証したんですが、僕がまあこの話をした頃にはなかった新しい技術、ウィンドプロファイラーっていうのがあります。それは上空の風を時間的に高解像度に観測できるものです。でこちら、鳥取のウィンドプロファイラーです。で、ヒロト風、ふもとの方の風速を見ると、これ台風04、2004年の21号の時も吹きました。で、ヒロト風が発生しているときは、上空の風ってこれで大体わかるわけなんですが、ちょうど青系で書いた南北風です。で、上空は南風のときにヒロト風が発生しているわけです。そしてヒロト風は発生が終わります。上空が西風になったときにです。まあ、少しずつだんだんと北風成分になっていて、まあ、ここから風観測できないんですが、おそらくここは全部青です。上空、下層は実は強い北風が吹き続けているにもかかわらず、ヒロト風が止むわけです。ということで、実は上空の南風、上空の南風が大事だということが見えてきたことと、風上側は強い北風が吹き続けても、ヒロト風が止むという理由が答えられそうです。もう一つです。統計解析をしています。この上空が、じゃ下層が強い北風で、上空が南風になるときが大体どれくらいあるかというのを調べました、10年間。で横軸が下層が北風か南風か、上空が、この縦軸が、中層は南風か北風かを説明しています。で当然下層も中層も同じ風向の時が多くなります。つまり第一証言と第一三証言が数が多くなるんですが、まあ、たまにこういう第二証言や第四証言にも数が来ます。でこうやって見ていくとなかなか滅多に下層は北風、中層は南風が起きないんですが、もし起きたとしたらそれはヒロト風発生時の時だけだったということで、今の僕の理屈も、まあ、滅多に起きないということが分かります。滅多に起きずに起きた時はヒロト風が発生するということが分かります。で最後にシミュレーションなので、シミュレーションの理由、いいところを使って、実験をしています。谷を埋めました。ヒロト風というのはこの V 字の谷が重要だというのを昔から言われてたわけなんですが、僕のメカニズムを考えるとそんなに重要じゃない気がする。で、シミュレーションなので、ここの谷をこんな感じで埋めました。長官ですか。日本海側から見ると、この V 字の谷が全くないようなシミュレーション結果です。シミュレーション設定をしました。で、こちらが谷ありの実験で、こちらが谷なしの実験です。で、ちょっとその山根の数が間違えましたけども、合わせるようになったんですけども、まあ、同じ時の結果です。で、強風域はこことここで起きていて、詳しく言うとこんな感じです。渚山の南側で、まあ、先ほど見せた図は谷を埋めても発生します。時間変化です。これが谷のあるシミュレーション結果で、谷がなくしてもヒロト風が発生しています。若干
タートが遅れるっていうのがちょっと気になりますけども、そういう、シミュレーション結果が得られています。ということで最後まとめます。まあ最初にお見せしました6つの謎があったわけです。で、今日お話したようにヒロト風のメカニズムっていうのは風下の三角波ではなくて上空の南風が重要な時あるときにこういうズルズルっとした風が吹くということで、大事なのは強い北風じゃなくて北風だけじゃなくて中層の南風だっていう説明をしました。ということでそれを考えていくと物の謎は明らかになっていて、まあ、そもそもこれが違う、三角波が違っていて、こっちのメカニズムもで谷の影響はなくて、逆風はもちろんヒロト風が終わった後はここは逆風になったりします。で、風上側が強風が続いていても、ヒロト風は止む理由は南風がなくなる、上空の、北風が発生するからです。上空の南風がなくなるからです。で、台風じゃないといけない、そしてその紀伊半島の南岸じゃないといけないのもこの下層の強い南風と上層の北風を作るのはそういう時だけだったと統計的に見ても、まあ、合ってるだろうということで、まあ、一応全て謎が解けたと僕は思っています。以上です。地元の方ではですね、気象の予報ではこういうのはどんな扱いになってるんでしょうか。その台風が来れば必ず危ないですよとか、あるいはそんな話なのか、いやまだとてもそんなところまで行ってませんとかなんでしょうか。はい、まあ、僕実は岡山出身でこの風の経験をして気象学をやりたいと思ったぐらい の, モチベーションであります。で、岡山の地方気象台の人
は、台風が近づいてきたら、ひろと火山の発生する注意報とかも、岡山の人たちのためだけに出したりしております。それはやはりかなり狭い範囲の台風のストライクゾーンがあったときなんですか。はい、そうです。もう地域に台風が来そうなときには、岡山の人たちにひろと風が吹くっていうのはもう伝えています。それはもう経験に基づいてやってる。そうです、経験です。ありがとうございます。では時間にもなりましたので、こちらにこの辺で質問は締め切らせていただきます。古谷先生、ありがとうございました。続きまして、気象研究所予報研究部部長、斉藤和夫先生より、山地風の正体、よろしくお願いします。気象研究所の斉藤と言います。今日この一般記者会が始まったときに、担当先生、それから、古谷先生から、最新の研究発表をしていただけるという話だったんですけど、私自身は、気象研究所に25年以上いまして、それで研究所生活の初めの頃に、この山地風という話を、数値モデルの開発と一緒にやってまして、で、いろいろ面白いことをその時は分かりまして、自分が論文にしたんですけれども、僕最近はその、地風の専門に研究しているというわけではないので、そんな新しい話はないんですが、ただ、基本的なところを理解する上で、必要な話はちょっと しておこうかなと思いますので、その一部は、先ほど木村先生が、されています。で、ただ同じものを別の観点で見るのも面白いでしょうし、それから先生が話されなかった部分もあるような話をさせていただきます。それからあらかじめ言うと、今古谷先生の話したことと矛盾するように感じるところもあるかもしれないんですけれども、よくよく考えると話も矛盾してなくて、少し違うスケールであったり、病気もちょっと違っているということなんだろうと思います。で、マイク長くなりましたけど、ここにいくつか絵があって、一見、山地から何の関係もない車の絵まで、ありますけれども、これ、最初、この絵は2人ともお見せしたいなので、説明ありますけれども、地形の影響を受ける局地強風の多くは安定大気中の山の原因に関連している。で、ビル風とか岬突端でも風が実は強くなるんですけども、そういうものは中立清掃でも起きる風で、いわゆる山の生き流とはだいぶ違うものになります。で、日本の顕著な局地風はほとんどが山を背後に平野から水面に向かう風向になっています。で、一般的な地形の特徴としてですね、山はある程度の次元性のいい山脈を成しています。で、それから斜面は風下側で、風上側で穏やかで風下側で急になっている。で、風下側には湾や海が存在している場合も、で、山脈の南部風下側で特に顕著。で、後で話をしますけど、出し風っていうのも後で影響を話しますけども、谷間地形の出口の恐怖で、谷間地形というのは恐怖の性格や、でさっき古谷先生のひろと風の話を聞いて、ちょっと微妙にこの辺が違う地形。それで、山地風は、四国の日向灘に面する愛媛県東部の福祉地区山地からの申し込みです。で、大気圧、低気圧が日本海にあって、下層の一般風が南寄りに
の地形を見ますと、こちら側が太平洋で、まあ、こういう山脈地形が少し山が多少低くなっているところがあって、ここに昼地ながらって風が見られたら、北に来るときに、まあ、こういう状況になります。で、まあ、その特徴ですけれども、まあ、山地肩前線と呼ばれる風の急変域があって、で通常その強風域は山地肩前線までにかけられます。先ほど、ヒロト風の話で、風が一番強いというのは山脈の、斜面から平野まで風が出ている、でその一番先端で上昇流が起きていますという話をしています。それと、まあ、似たような感じになっています。で、吹き始める前には麓では山鳴りが聞こえるからですね、それから吹き始める前には誘い風といわれる逆向きの北向きの風が吹いている、から日内などではドマイと呼ばれる一般打撃の北東の風が吹いているというような特徴が知られています。で、まあ、障害物を流れる聞こえる流れの振る舞いとして、アナロジー的に似ているものとしてですね、水の流れがあります。それで、こういうその浅い水の場合ですね、そこの圧力というのはこの水の高さだけで決まってしまっていて、水面の変異で復元力が高くなります。水面が高くなったところには下向きの力が働くし、低くなったところには上向きの、力が働きます。それで、これ左から水を流してですね、それで、右に流れていて二層流体なんですけど、ここに障害物を置いて、これをこういう時の、室内実験の写真、随分古い写真ですけれども、まあ、水などの流体が障害物を乗り越える時に、障害物の上とか方面で流速が増すこともあります。で、これは川を越える石の上で、石の後ろまで水がぐっと速くなって、でそのさらに後ろ側では、その障害物の高さとか流体の厚さの組み合わせといった障害物の方面で、まあ、増速した液面が上空に跳ね上がる、まあ、先ほどの木村先生が跳ねミスと呼ばれる現象があります。で、これはロッキー山脈の、東側に起きる下ろし風についての航空機観測の図です。ここに書いてある線は、先ほど、藤安さん先生からも来ているので、オニーと呼ばれる、まあ、ほぼ流線と想像するものですけれども、山の風下側で、流線が発表したりされて、その後ろ側でポンと見上がるという、まあ、これでよく特徴するものです。で、実はこういうその障害物を乗り越える水面の音って割と、まあ、基本的には、式で解ける部分がありまして、でそれはいくつかの、まあ、レジングでちょっと書きましたけども、特徴的な、流れの仕方に分離されます。で、右側はですね、水面の高さで無次元化した山の高さ、それから、縦軸は、まあ、ちょっと難しいんですけど、まあ、流速ですね。で、下も次元化してるんですけど、その流速っていうのは、水面できる波の速さで無次元化した、流速です。で、そうするとですね、一般的にはですね、風が弱い時はですね、その波の速さで弱い時をサブクリティカルクローと言うんですけども、こういうその、山の上で、流速が大きくなって前後で元に戻るという、流れになります。それからそれよりも一般流速が速い時はですね、山の上で、流速が遅くなる、流れになります。これは、単純に言うと、山を登る時のに、運動エネルギーが1のエネルギーに変換されて、ここで、流速が弱くなる。でまた、位置のエネルギーが運動エネルギーかっていう、まあ、ボールが山の上を乗り越えるときに、山頂の上で一番ボールがスピードが遅くなっているような、これがスーパークリティカルクローと呼ばれる
で、山がある程度あるときに、まあ、いろんな現象が起きるって木村先生がおっしゃったのが、まあ、ここに、相当する、現象になります。で、これをもう一回見るとですね、もう一回同じようにします。で、フルーグスは、まあ、流速がある程度小さいときは、アリン海流といってですね、まあ、重力波伝播速というのは流速が小さいということで、山の上でスピードが、速くなります。それから、クルーズが一応大きいときは、重力波伝播速度よりも流速が大きいときは山の上で風が小さくなります。ただこれはどちらも山に対して風上側と風下側の増減速があるんですけど対称で、別に山の後ろ側で風が強くなるということは別にありません。で、もう一つそのいろんなことが起きるというふうに言ったところの組み合わせの場所ではですね、その山を越えるときは山の上でだんだん風が速くなって、で山の後ろ側では逆にその、高面になることが速くなっているんですね。その山の風上側では臨海、後ろ側で超臨海というその遷移流と呼ばれる流れになって、この時に山の仕方が起きます。で、もう一つですね、まあ、こういうときはですね、ブロッキングが起きて、でブロッキングは、まあ、例えば二次元 の状況ですと風上側に伝わってきます。それからその先ほど言ってた遷移流の場合の速い流速というのは麓のように広がるわけですけれども、それが一般も弱いときはそんなに広がらないで山の中腹でとどまりますし、ある程度強いときは平野部まで伸びる。ただずっと伸びているわけじゃなくてここにジャンプが生じる。それで、これは自由表面の場合の水面 の場合ですけれども、状態が固定されてしまった、例えば水道のホースのような、場合に中に障害物が何が起きるかというと、その狭くなっているそのボトルネックの流速が速くなる。それ以外に、まあ、流れというのは起きようがないわけです。それはなぜかというと、水とか冷やし流体なわけで、圧力が無限大速度で、ということは、無限大速度に対する流速っていうのは、常温伝播速度より小さいんで、まあ、これは常にサブクリティカルだから必ずこういう障害物が起こる上では、流速が速くなってその前後で戻るという結果になります。で、最初に車の絵を出したのは、まあ、その同じようなアナロジーが、これは卸から何の関係もないんですけど、まあ、あるんでちょっと話の種に出しておきます。で、例えばその車線が変化の時に道路で渋滞するというアナロジーを考えます と、その情報の伝達速度というのはその車間の距離とドライバーの反応速度の比で決まっているわけです。で、信号待ちの車なんかを私見ていると大体前の車を動き出して次の車を動き出すと1秒ぐらいかかっていますから、大体その伝達速度は秒速5メートル、時速距離で10キロぐらいかなと思います。で、例えば2車線が急に1車線になるとします。で、その時にですね、普通はよくそれで渋滞が起きるんですけれども、もしドライバーが非常に早く反応できてですね、まあ、レーサーみたいな人ばっかりが乗ってて、普段は制限速度を守って、で、ここで車線が狭くなるところだけで、加速してパッと通り過ぎてくれれば、先ほどのコースの中の水と同じように、サブクリティカルな流れとして、何の渋滞も起きずに、全ての車が通過できるということなんです。でも実際はドライバーの反応による車の足の伝達速度というのは車速よりもずっと小さいので、通常は、こういう、サブクリティカルフローじゃなくてスーパークリティカルフローです。つまり、車線が減るところで、車のスピードが落ちてしまうんです。で、2車線になるとまた元に戻るわけですけれども、これがさらに、一般減速がひどいと、この減速が手前に広がっていきます。で、ついにはその減速がどんどん手前に広がって、渋滞を引き起こすということになります。で、この手前に広がるこの、現象を、まあ、潮つまりと呼んでいて、これはアマゾンのプロロッカーの写真ですけれども、こういうその川の流れが、潮の影響を受けて、その潮つまりが水の影響が風側に流れていく現象。で、この後ろ側に流れるのは先ほどチャレンジしました。で、こういうその水面の流れと、
1キロで6度ぐらい上昇、どんどん気温が下がります。で、それに対してその普通 その空気の塊をですね、そのまま強制的に上下させて1キロで10度ぐらい気温が変わってしまいます。で、結局その気温差が、変異に応じた表現に、なる。で、まあ、その例えば、100メートルで 0.6 度ぐらいの生存の時の復元力で、バネ上層と変異型の復元力は、まあ、大きさで言うとこれぐらいになって、まあ、週9分ぐらいのこういう表現の、復元力に戻ってなるのも、それで、実はこの台風30年の生存流体については、解析的に、風速の分布が解けています。で、ですね、こういうその風上側と風下側で対象の山の時に、風上側と風下側でどういう風速になるかというのも分かっていて、それで、実は単純にも、風上側で、減速、風下側で増速になります。で、その大きさというのは、一般風の大きさと安定度と山の高さで単純に決まっています。で、その場合は、まあ、この一般風と安定度と山の高さが決まるんですけれども、基本的には、山高さ1000メートルに大体5メートル、風速で5メートルぐらい風上側で、風速が弱くなって風下側が強くなるということが、理論的にはなっています。ただ実際にはですね、それでは済まないですね。でもっと風下側の風が強くなります。でその理由が、ここに、クリティカルレベルというその風速がゼロになる線ができると、その下で、風が強くなるという、力学があったりで、まあ、そのクリティカルレベルができる原因としていくつかあって、一つは先ほど、木村先生の国際の絵で示していただいた、再波による予測です。で、まあ、もう一つは、台中に視野がある場合で、まあ、先ほど栗安さんが言った、上層の逆風なんかがある場合もそれに相当します。で、理論的にはですね、こういう予測があると、大体一般風の4倍ぐらいの増速が起きるというのが分かります。で、もう時間がないんで、もうあと、地形の三次元効果の話をちょっと、これは足の話があると思います。で、こう、ユーロアマが狭まるような流れというのは、実は山の高さの増大と同じような効果を持つということがありまして、でまあ、これが出し風、いわゆる出し風の圧に関係する。で、さっきの四国の地形をもう少し単純化してですね、これ300プラスアンプというようなもので、計算をしています。で、こちらは数値計算でも、線形解析か、シミュレーションによって解析的に解いた場合の風速の、増速と減速ですけれども、この場合はですね、この山の一番高いところの後ろで風が一番強くなるという範囲になります。ところが先ほどのような、もう少し山が高くて一線形になると、ここの、山の、手前でブロッキングが起きて、この谷間を抜ける風が生じるようになります。で結果そのここの、山の後ろ側では逆向きの風ができて、で、暗部の風下では、強い風が、近づく側に広がるというような流れになります。まあ、基本的には山地風をはじめとする山脈地形における脅し風 の基本的なメカニズムというのはこれです。で四国の場合について、まあ、ガイドモデルで言いますと、まあ、一般風が弱い時はまだ、強い風というのは山のすぐ近くにとどまっています。で、まあ、この時山麓では西温になっていて、逆向きの風が吹く。で、山の方では風が強くなっているので、山鳴りが聞こえる。で、もう少し一般風が強くなると、南部風下側に、強い風が、吹き降りて、地上で、下ろし方として、観測される。で、日内灘の方は、特にその西側の方では逆向きの風が。で低気圧も少し東に移って一般風の向きが変わってくるというような力になります。まあ、あ と,、数値シミュレーションもリンゴ台風の時に、四国電力の大型送電鉄塔、東海線という事故がここで起
とか外の影響の実験なんかもしてますけど、今の時間だと思いますので、これは発言します。ここに述べたような、話をしました。ありがとうございました。それでは質疑応答に移られていただきます。質問がある方は挙手をお願いいたします。これは先ほど こっちの、 シミュレーションをやった時のケースに対して、大和課税は、時間的に起きる時が結構夜も起きるという話 で、まあ、地面温度の、影響を取ったようなんですね。これは、こちらが地表面温度を、下げたのかで、この強い風のところはですね、山のすぐ近くまで来ています。でもう一つ、地面の速度をですね、全部海面並みの速度にしてしまった場合の実験はこちらで、やっぱりさらに非常に風が強いんです。で、地面温度を下げた場合は、特に風の延長空外の風のピークが下がるというような結果になります。あともう一つ、さっきの藤原先生の実験、また逆ですけど、日内灘を埋めた実験というのも、実は論文にはやってあります。で、まあ、日内灘を埋めると、日内灘を全部陸にしてしまったら、多少、風が弱くなるというのは、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、もう質問もないようですので、ちょっと早いですけども、休憩に入らせていただきます。休憩は今から15分間です。
めたいと思いますので、まだご着席されてない方は前の方に来て着席されてください。講演を再開させていただきます。農業食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター主任研究員鈴木香織さんから、鈴木香織先生による清川出しの招待です。ではよろしくお願いします。
谷が、谷の、まあ、風上側の方に庄内盆地が、新庄盆地がありまして、でこちら側に、日本海側に庄内平野があります。で、酒田の教科書、ここにあるんですけれども、で、この2つの鳥海山と月山を結ぶ間に山がありまして、この中を最上川が流れています。で、ちょっと、この出口付近、この風が一番強いあたりだと思われるんですけども、ここに清川田集落がありまして、この名前を取って、清川田市と呼ばれています。で、風は、先ほど来、いろいろご説明もありますが、大体、これ誤解があるといけないんですが、まあ、太平洋側、東の方に高気圧、高圧がありまして、で、西の方に低気圧などがありますと、風が吹いて、この庄内平野の辺りに雪が出すことがあるというわけです。で、ポスターにも使っていただきましたけれども、これが現地の写真です。で、庄内平野の方から、ここが谷なんですけれども、大きな写真です。で、これちょうど風の観測を行っておりまして、まあ、12メートルぐらい吹いてました。ちょっと低いです。で、雲のお話が、木村先生のところにもありましたけれども、この時ちょうど出し風が吹いている、まあ、どの辺ぐらいで雲が止まっているかわからないですが、まあ、大山脈でちょっと雲が止められて、手前の庄内平野の方は晴れているという時でした。これは6月の13日ですね。で、農作物被害を少しご紹介したいと思います。これは、2000年に、8月の出水直後、お盆あたりのところに台風が来まして、その時に降った風です。清川田市は先ほどのような気圧の差があると吹くとご紹介しましたが、だいたい春先、4、5月に発生することが、発生というか非常によく発生しまして、で、多くはこの辺りの谷の出口付近で水温が上がらず、生育が遅れるとか、植えたすぐの苗が抜けてしまうとかいう被害があるんですけども、この時は8月の出水直後に風が吹きまして、で、台風伴って強い風で、しかもフェーンの様相が強くて、一晩にしてこの風の強い地域で、まあ、ちょっと出水と重なったこともあると思うんですけれども、真っ白で穂が枯死してしまいました。で、この赤い地域が被害の地域なんですけれども、ここはちょうど谷の出口付近ですね。で、ここが谷の手前にあるちょっと別の谷筋です。で、ここの少しこの主婦港にとって強いかと思うので、この少し離れた、南側でも被害がよく出ています。で、次に2003年にも観測していたんですけれども、この時もまた台風が来まして、強い風が来ました。で、この時は、もう先ほどのは出水してすぐで、まだもみが柔らかくて、そこから水気を取られてしまって、死んでしまったという。もうこの時はもうすでにだいぶ実が入っておりまして、で、穂が擦れてしまって、そこが色が変わってしまった。で、風上側でちょっと色が変わっているのが分かると思います。これもやはり品質の低下を招きます。で、早速現地気象観測の結果をご紹介したいと思います。で、データは10分ごとに、まあ、平均値、それから最大瞬間風速を取っているんですけども、とりあえず、毎世紀の値を見てみます。これで10メートル以上の風がどれくらい吹いているかという、その頻度を見たものです。で、観測はちょっとご紹介し忘れたんですが、だいたい5月から9月ぐらい。で、良ければ4月の時もありまして、ちょっと期間が前後してるんですけれども、その期間で各観測点 R123 と、まあ、谷から離れる方法なんですけれども、この観測点で10メートル以上の風が、毎センチの10分平均の風速がどれぐらいあったかということを見た図です。これによりますと、年次によって、まあ、やはり様々でして、で傾向を見ますと、やはり谷の出口が一番強いかというと、この R2、平野の真ん中ですね。ここで
2002年などは R1 一番谷の出口に近いところで あまり頻度が高くなかったんですけれども、7メートルできて非常に頻度が高くなっています。で2003年は山瀬が発生しておりまして、オホーツク海高気圧が張り出して非常に東側に高圧とかあって、そういう東高西低な気圧配置が保たれやすかったんですけれども、しかしながら強風の発生する機会は少なかったということが分かります。このように年次によって気圧配置によっていろいろ特性が変わっているようです。で、一方で年最大風速を見てみました。記憶嵐といってもどれくらい強いのかというのをやはり私も見たかったので、ちょっと見てみました。でこれを見ますと、同じように年次ごとのデータを並べているんですが、R1、2、3とどんどん谷の出口から離れる方向になるんですけれども、2002年は一番この谷の出口で強い風になっておりますが、他はそんなにどこで強いということも言えないような感じになっております。で突出しているのはこの2005年5月のに真ん中で観測された 15.6m、 これが得られたデータの毎センチの10分平均値の中で一番大きい値でした。しかしながら、大体見ますと 14m ぐらい、しかもどの地点でもその風速が、起こる可能性があるんじゃないかという結果でした。で一方で下の方は最大瞬間風速なんですけれども、これは今度は2007年の7月15日に 27.5m という非常に強い風速が観測されておりまして、この時は台風が来ておりまして、その影響で非常に強くなっています。で、それを除きますと、先ほどと同じイベントなんですけど、発達した低気圧が近づいてきていた2005年の5月の中の 24.9m が最大瞬間風速でした。ですので、最大瞬間風速でいうと25メートルぐらい吹く可能性はあるということが分かりました。で、強風域分布はどうなっているかというのを一番私はこの観測で知りたかったところなんですけれども、これをちょっと自分なりにいろいろパターン分けして発生頻度というのを数えてみました。でこれは先ほどのは時間数で単純にやってたんですけれども、今度のは、そのイベントということにしまして、その南東部の風向が継続してきた短いものでは1日ぐらい、長ければ3日弱ぐらいのものもあります。そういう一つのイベントごとに、一番風が強かった時間帯の分布パターンがどうなっていたかで分類してみました。で、この円のパターンが谷の出口から順当に近い、昔から言われていた谷の出口で一番強いよというパターンです。中でも、ちょっとこの真ん中と奥 の風速が逆転しているのが AE なんですけれども、で、E は一方で部屋の真ん中が強い、で C は部屋から一番離れたこの沿岸部で一番強いというパターン で見てみますと、この A 一番発生数が多いのこの A のパターン、 AH のパターン、単純出口から順当に強いという今まで昔から言われてきたパターンなんですけれども、このパターンがやはり一番多くてこれぐらいになってきました。で、この年次とそれから月を、すみません表示ありませんが、月
ということが観測で分かりました。で、こちらは先ほどの分布別の、典型例として少しお示ししたいと思います。と、これを見ますと、まずこれが A のパターンで、順番にこの出口付近から強い、その次3番目というふうになるパターンですけれども、ちょっとこれはあんまりよろしくないので、このような気圧配置で、で予測は大体こんな感じでした。で、B のパターンは、この、部屋の真ん中で一番風が強くなるパターンですけれども、こちらより風が強くて、で、本当に日本海側に低気圧が来て。C のパターンは非常にレアで、時間もわずかなんですけれども、このように、最も離れたところで強くなっております。で、この時も低気圧が来ております。これは放送データなんですが、安定層、気温が逆転していて、機械に対して負担の役割をしているという。これを見ますと、強風域が遠くに行くものほど、発生するものほど比較的安定層の高さが高いという。で一方で臨海層という東西部の成分がゼロになる高さを見てみますと、ちょっとこれは安定層ほどはっきりしませんで、よく分かりませんでした。これからちょっといろいろ検討していきたいと思います。次にコヒーレントドップラーライダーの観測結果をご報告します。これは谷の筋に沿って、谷の出口付近で谷の筋、南東方向から北西方向に向かって断面を取った。真ん中がライダーの設置地点なんですけど、で縦軸が高度です。でこの青い風がライダーに向かってくる。で赤い風がライダーから強圧が取れていて、風はこのように左から右に吹いていると思ってください。でこれを見ますと、非常に東風の高度は低くて500メートル程度ということが分かります。で上は反対といいますか、東風成分がない。で、そしてさらに一番風が強いところというのは、地表から200メートル付近にしかない。でその上は割と弱いということがあります。またその高さも風上側でちょっと高いというか厚くなっておりまして、風下側で薄くなって、強風域は大体 4、5キロ、4キロぐらいなんですね。と非常に局所的であるということが分かりました。でこれは水平断面図です。で左側が風速なんですけれども、これを見ますと今までよくこの軸に沿ってこう断面を取ったりとかしてましたけれども、ちょっとこれよりも南側、この辺りで強風が現れているというのが分かります。でライダーでは強いこういう強風の塊がどんどん風下に運ばれている様子とか、そういうのが詳細に捉えられています。で、この結果を数値シミュレーションでちょっと再現実験をして、使ったのは NHM で初期境界値の M あたりを使いまして、水平分解の和5キロ、1キロを目安にしております。で、液状層数を85層とする毎月と、それから38層というデフォルトの設定にしてやってみました。でこれは計算領域ですね、5キロ、それからこちらが1キロです。で、早速結果なんですけれども、この左上が先ほどのライダーの延直断面の結果を比較するために同じ色で書き直したものなんですけれども、非常にこのように細かく断面の構造が得られています。で私がした結果は、これが延直層が38層と非常に少ないものなんですけれども、でこちらが B が延直85層で、この C は85層なんだけど、地形は5キロと粗いものを使っている。これを見ますと、やはり延直層を細かくしたものが一番、この観測結果に近い結果が得られている。高さ的にも強さ的にも同じものが得られているけれども、やはりこの1キロの計算結果ではまだまだこの観測されたライダーの結果ほどの
計算したものですけれども、この場合、非常に仮想の安定性が強化されまして、で強風が強くなっていることが分かります。したがって安定層というのは非常に重要な役割を果たしていることが分かります。で一方で、この水平断面、これの観測結果ですね、これと比較してみますが、これはちょっと書き換えておりませんが、これを見ますと、これが38層の、連続38層、これが185層、これが出資を入れない結果ですけれども、やはり連続85層のが、比較的近い、この領域の南側の端っこで、強風域が現れるという傾向は再現できましたが、観測で得られている、こういう強い風の塊、風下に運ばれるような、そんな結果は出るほど細かくは、先ほどのは、観測結果と比べたものですけれども、一方で、どうしてあそこが風が強かったかという、この時の風の吹いた様子をちょっと、どうしてかというのを見たかったので、もう少し広域で風の分布を見てみます。で、これが正面から20メートルの高さの風速の分布です。ちょっと分かりづらいんですが、この辺りが正面平野で、ここに鳥海山があって、この辺にガスさんがありまして、ここがちょうど強化嵐の発生するモアの峡谷なんですけれども、下層の地表面から20メートルのところでは、先ほどの水平断面と同じように、この少し軸よりも南側、ここで強風域が現れていることが分かります。一方で、この C、すみません、リンシーンとなってますが、ちょっとめちゃくちゃですけれども、この真ん中の図は、地表面から220メートルの風速分布を表しています。この工程を見ますと、先ほどのライダーの結果と同じように、強風がビューンとこう、あの辺から吹き出ていることがよくわかります。でちょっとここにも、その上にもあるんですが、山を、ガッサンと葉山という山があるんですが、ここをこう回ってくるような風が少しここでも見られています。でさらにその上の420メートル、これは先ほどのライダーの観測で、下層の東風の境目ぐらい、この高さになるんですけども、ここでは観測結果と同じように、平野の方ではどんどんもう出し風は吹いておりませんで、むしろ南風が入っているぐらいです。この時、ガッサンと葉山の南側にある山を回り込む強い風がここで起こっておりました。せき止められているのか、下層にこう流れ込み強化しているのかまではちょっと解析しておりませんが、このような風が、まとめなんですけれども、当然ながら発生頻度観測によりまして、強風の発生頻度は異なります。で、松屋最中と異なるので、例外面は非常に割と風速の弱い7メートル程度の風が頻度が高くて、10メートル以上といういわゆる強風の風は発生しにくいということはよくわかりました。で多分予測は気圧計量によって異なりまして、最大で 15.6 メートルが観測されております。最大瞬間風速は 27.5 メートル程度、それがなければ20メートルと22メートル程度と思われます。でそういうシミュレーションによりまして、ライダーによりまして、下層の東風の高さは500メートル程度で、一番風が強いのは100メートル、地上から100メートルから200メートル以上に非常に弱いところが、低いところで強い風が発生しているということが分かります。で、強風域はこれは本当にライダーとモデルによって得られた新しい知見なんですけれども、強風域はこの、軸に沿ってではなくて、それより少し南側に現れている。それから、その風上側でガスは葉山を回り込むような風が再現されている。でこれがどのように影響するか、以上です。ありがとうございました。それでは質疑応答に入らせていただきます。質問がある方は挙手をお願いします。貴重なお話ありがとうございます。農業に非常に被害が出ているということなんですけど、
自然の本当のなんか猛威みたいな感じなんですけど、その防ぐ農業被害を防ぐ手立てみたいなのっていうのは何かあるんでしょうかっていう質問です。そうですね、今のところあまり何もというところでしょうか。で、少し以前の研究では風に対してちょっと物理的に稲を強くするっていうので、その畑に畑じゃなくて田んぼにケイ素でしょうか、そういう成分を肥料として撒いてやって稲の体を強くしてます。物理的な擦れとかに強くするという研究をしようとしていたんですが、ちょっと研究半ばでそれは終わってしまいました。それ以外はあまり何も思いつかないというのが現状でしょうか。他に何かないようでしたら質問を。防ぎようがないという話をしましてですね、昔からですね、暴風林、暴風ネットとかってその暴風のことがあるんですね。そのことを話していただきたいと思います。ぜひともお願いします。そうですね、あ、確かに暴風林、暴風ネットはあります、あるんですが、ちょっとやはり水田面積が非常に広いのでなかなかそこまではいかないというのが現状です。で、こちらは風もそうなんですけれども、冬の季節が非常に増えるということで、暴風林といいますか、暴風ネットでもなんか壁がよく道路には設置されております。で、暴風林も少し検討されたんですけれども、ちょっとそこまでには至りませんでしたというか、どこに建てたらいいか検討しましょうと言って、予算が通らずそのまま頓挫してしまいました。では続きまして、岩手大学教育学部教授名越俊之先生に新極地風発見、北岩手波状部と大嵐です。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。先生方としてやってですね、私は教育畑で教員養成をやってる今学部の方で指導しておりますので、今日は他の先生方はみんな1本なんですけど、私2本要するに風を話すということで、ちょっと早口になるかもしれませんけど、よろしくお願いしたいと思います。それから動画を2つ用意してきてますので、その動画も見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。まずですね、今日お話をする風そのものはですね、新極地風発見とかって書かれましたけれども、今まで木村先生とかですね、斉藤先生がお話ししてきた内容で言うとですね、ウォーター雲というですね、そういう現象について一つ、それから私がですね17年前から現地に入って観測している愛媛県の肱川嵐というですね風について一つお話をさせていただきたいと思います。どちらもですね、あまり
大きくですね、我々の何ていうんですか、生活をですね、脅かすような風ではないので、あまりまあ注目されない。ただ、気象現象的には非常に面白いということで、うちの学生たち、私ちょうど今7年目になるんですけれども、学生たちと一緒にですね、研究してきた内容を、ちょうど7年目になったので、まとめるということなのかと思いまして、今日お話をさせていただきます。それでは、まずは波状紋の方なんですが、私が7年前に盛岡に行ったらですね、盛岡の人は雨が降っても傘を差さないんですね。でそれはなぜだろうと思っていうことがまず疑問の一つでした。それからいろんな方に聞くとですね、岩手県から秋田県へ向かう東西に走る国道46号線っていうのがあるんですが、これは実はうちの大学の真ん中を通り抜けてるんですけど、それに沿って天気が変化するっていうその疑問がありました。それから僕の前から思ってたのは、日本海の筋状雲ってロール状の対流ができるんですが、それが赤道線を越えた後にですね、どういうふうに変質するのかなということもちょっと興味がありまして、このことについてですね、ちょっと学生たちと一緒に研究してきた内容です。最初にですね、2010年にこれは iPhone3G の時代なんですけど、タイムラプスというアプリケーションがありまして、それを使ってなんとなくですね、お昼休みに食事に行くときにパッと見ると雲が止まっているように見えたのがきっかけなんですけど、それで学生さんにですね、ちょっと iPhone3G で撮ってみたらということで、やってみたらですね、定常的にとどまっている雲があるということが分かりました。で、うちの大学、私が7年前に行ったときには気象に関する研究所は誰もおりませんでしたので、一からのスタートで、まず観測装置をつけなきゃいけないということがありまして、学校気象台というのをですね、立ち上げました。で、これが今うちの大学のホームページで公開されてます、私たちは学校気象台というホームページなんですけれども、ここでですね、学校にですね、観測点、盛岡市内なんですけれども観測点を設けて気象情報を取り込んでいると。で、その中にですね、ここにウェブカメラでですね、インターバルで30秒ごとに取り込んだ画像をですね、1日が経つと、それをですね、3分で再生するというふうな動画のファイルに固めてもらうというふうなことをちょっと技官の方にお願いをしまして、作っていただきました。その動画サイトでいろんなことが分かってきたということです。まず1本目の動画なんですが、ちょっと時間がないので、別の。これは岩手山北西方面を見たですね、ライブカメラの映像です。で、これは1年間観測した中で、この日が一番よく出たと。ちょっと早まして、右の下に時間帯が書いてありますけど、これが先ほどいろんな絵で出てきたロータークの実物です。で、奥山脈が一番左側にありましてですね、そこに1本、それから雫石の上空に1本、それから実は岩手大学の上空に1本あってると思って、で、この日だけは、上流側の風速が弱まるとですね、4本目が出てきたという特殊なケースです。それで最後消えていってしまう。こういう動画が見つけることができました。こういう状態なんですけれども、これがですね、どのくらいの頻度で起きるのかということを、365日全部動画を取り込んでますので、それでその動画からですね、見てみないかということを要するにうちの卒論の学生に言いまして、それでいろいろ調べてもらいました。で、こういうようなロータルもよく出てくるやつなんですけど、これに該当するんじゃないのかなということで、実際にこれ雫石と地理的関係なんですけれども、北西の季節風が吹くとですね、こういうふうに雲が3本並ぶわけです。で、これが4本になったり5本になったりするというケースがありましたので、こういう時を、こういうふうな盆地で書いてみたんですけど、学校気象台データって湿度も気圧もありますので、凝結高度が求まりまして、平均で大体1200メートルぐらいの運転高度を持つライブロータルームが出来上がっているということが分かりました。で、今度はですね、そういう雲がどのくらいの頻度で発生するかということを、散々学生とやり取りして、判断基準を作りまして、
この判断基準で365日を、まあ、調べてみたい。そうすると、まあ、1月からですね、2月まであるんですけれども、今紫で書いてあるのが、あの通常の、30日なら30日分の何日出ましたよということです。赤で書いた方が雪が降っちゃってですね、判別できないっていう日がありますので、その日を除くと、あの2月、3月、1月、12月は、まあ、5割の確率で発生するということが分かってきました。だからほとんど地球によるものだということもですね、だんだん分かってきたということです。それをですね、2010年の12月13日、これは名古屋大学のプレスで数値実験を行ってきました。これが東北エリア全体なんですけど、赤で囲んだところが盛岡のところです。拡大するとこうなりまして、右の一番上にあるのは岩手山ですね。で今、XY の断面で切ってあげると、これがですね、W といって延直方向の風速です。きれいにあの上昇下降が並んでまして、これにですね、今度は、これはあの地形にですね、雲水量の分布を等値線で書いてあるんです。となんとなく並んでいるところにラインを引きまして書いてみると、実際には、ライブカメラでは4波目までは見えてたんですけど、実は5波目もあったんだということが、あの数値実験の結果分かりました。まあ、こういうような形で、こういうあの、まあ数値シミュレーションと実際 の, あの現象とがあったということです。で、まあ、今これの構造的な内容を解析しているというのが現状です、ね。それであの最初に言ったなぜあの盛岡の人は傘ささないかということなんですけど、実はこれ低上雲が3本かなりきちっと同じ場所にありますので、あの雲があるところでお天気雨が降るんですけど、それ以上はオーブにならないんですね。でその晴天域と雨域、晴天域と雨域がですね、ちょうど南北方向にこう並んでいるというような状態になっていると。ですから非常に盛岡って晴天率が高くて、昼は晴れるんですけど、降った雪が溶けて、夜間は放射冷却でマイナス10度冬になります。で私も初めての年の冬に滑って転んで右手首を骨折ということになりました。ですからそういうあの晴天率が高いっていうのは低上の雲が常に同じところにあると。でやっぱりあの昼間も夜もですね、やっぱり非常に快晴多いっていうことだと思います。で次2本目ですね、肱川嵐です。これは1997年からですね、あの研究対象としておりまして、もともとは斜面下降風の理論的な研究を行ってたんですが、あの2の理事長とですね、木村隆二先生にあの理論的なことばっかりじゃ分かんないから、なんか具体例をやれというふうに指示を受けまして、それでじゃあ肱川嵐って面白そうだから行ってこいということで、あの行ったのが運の月で17年やっております。で先ほど言ったら斉藤先生のとはちょっとずれた、やっぱり愛媛県なんですけど、愛媛県ってなんかホッサンマグマの関係が非常に特殊な地形が多いんですね。で大洲市っていうところが盆地でですね、ここを拡大すると、まあ、現象のイメージなんですけれども、これ肱川って今黄色で書いてあるのが肱川ってやつなんですけど、ちょうどあの肱が曲がってるように見えるので エルボーということで肱川と。で大洲盆地に放射冷却で霧が滞留をして、それが木村先生の話にもありましたけど、藤尾先生ですね、話にもありましたけど、重たいので流れ出てくる、流れ出てくるのが肱川しかないので、そこでですね、強風になって、特に伊予灘に出たときにですね、蒸気霧と移流霧が合流してですね、非常に綺麗な絵になると、はい。それで私まあ、教材屋さんに頼まれて教材ビデオを作ると、気象教材ビデオですから、今の学習指導要領で言うとですね、中学校2年生で一番最初に霧が出てくると。で霧のいい題材がないかって聞かれたもんですから、それは肱川ですよというふうなことをお話ししまして、実は愛媛航空のセスナを2回飛ばしてありました。それでまあ、プロのカメラマンに映像を撮ってもらうと、一つは霧のない、時を撮って、もう一つは霧の出た時を撮るということをやりました。最近2010年の1月19日にサイエンスゼロで肱川の特集をやったんですけども、それよりも9年前に私は一応やってたということでございます。でちょっとですね、ただ9年前なので画質が悪くてですね、
なんか映像としてはあまり綺麗に出ないかもしれません。これは飛行ルートをちゃんと申請しなければいけませんので、飛行ルートです。黄色が一番最初、上の方の黄色が、肘川に向かって入り込んでですね。で、肘川を挟んで、左側と右側で3回ずつ飛ばしていただいて、で最後にですね、赤い線が書いてあるのは、横浜国大の矢地先生たちの観測だと、300から400に逆転する高度があるということだったので、300メートルの同じ高度でまっすぐ肘川を走ってくれた。で、どこで軌道の中に入るかということで、高度を確定するためのルートが赤です。そういう飛行をしていただきました。で、その時の映像を今流します。これは伊予灘って書いてありますけど、こちらは瀬戸内海です。岡山県からです。あまり綺麗ないですよね。申し訳ないんですけど、ここは河口の部分ですね。これは伊予切りとそれから蒸気切りがあって、蒸気切りの方が綺麗に流れがあります。視野分付属支援がありますので、ロール状体力がちゃんとできちゃうとかですね、川面にもロール状体力がきれいにできたりしています。で今今度、一番最初のルートですね、下からちょうど大洲盆地に向かう方向で、はい。これ見ていただくと分かるんですけれども、実はですね、イリュービリは地上から100メートルぐらいのところまでは霧じゃないんです。で、その上に霧層があってですね、そこに100メートルから150メートルの霧層が乗っかっている。で、それが重力流で流れ出てくると、こういう状態ですね。で、あるところですごく V 字谷ですね、V 字谷がありまして、斉藤先生の議論で、私も斉藤先生の議論を一生懸命の10元連立方程式が数値的に解いたりして、会の出所を見たんですけれども、それがですね、一番狭くなっているところが、この辺ですね。で、ここですごい勢いで滝のように流れ落ちると。で、その時に流速が非常に速くなるので、ハイドロリックジャンプみたいな現象が起きるんじゃないかなと思っています。ただそれはちょっとまだシミュレーションの構造は分かってないので、なんとも言えないんですけれども、でそういう状態です。これは下の方が全部大洲盆地の方ですね。それからこういうものすごい天候がいい日ですので、流れ出たやつもですね、逆に岡山県側からも陸風が来てまして、この後出てくるかと思いますけれども、岡山県側の陸風と愛媛県側の陸風がぶつかってですね、陸風収束雲っていうのも出てます。でそういう現象はですね、非常によく出るというエリアですね。ちょっと実はムービーメーカーで音声も出てきたんですけど、最初に大きくするのがすみません、失敗しました。で、ここにこう、陸風収束雲なんですね。ですから、かなり沖までですね、冷気で場所に行っているということも分かります。で、最後の飛行機は、ずっと今度右側を、肘川橋の右側を通って、海の方に出ていくということになります。で、このですね、付近で、僕が実際に経験したので一番大きな嵐の時で風速20メートルぐらいの風が吹きます。で、その V 字谷の手前側ですね、風速ほとんど
50センチとか0とかですので、もう本当にあの高々10キロのスケールで激変するんですね。で、まあ、こういうふうにあの出てるんですけども、こういう状態になります。で、この間はこの船で、空を割りやりましたけど、船でこっち側から行ってみようかということで観測して、昨年の11月は船でも観測をしました。で、移動性高気圧で終わった晴れた日、穏やかな日の翌日に、非常に多く出ますと。で、出現頻度も、まあ、同じように計算したんですけれども、秋口ですね、11月が一番きれいに出ると。で、ひじきは加工の人が言う、まあ、漁船の人がよく言うには、大潮の日に出ると。で、それは要するに海水温 と、空気の温度差がですね、9度以上で蒸気流が発生しますので、そこのところあたりでよく出るので、ひじき嵐の今、予報サイトも、なんか、漁村の人もやってるんですけども、それもそういうのを見ながらやってるようです。だから冬の季節風っていうのは方向が逆なので、ひじき嵐がこっちからこっちに出るんですね。季節は逆なので、季節風が吹いてる間は出ないんですけど、弱まるとですね、12月、1月、2月でも、ひじき嵐はですね、同じように出ます。で、特徴なんですが、まあ、今、ご覧いただいたのは特徴です。一つしか出口ないので、夜間から早朝にかけて、こういうことが、V 字谷で加速すると。で、私の経験では20メートルぐらいのことが今あります。それから、それをですね、スーパーコンピューターで、明大のプレスで、はい、うちの大学がかけるのかと、東北大学に行かせていただいて、コンピューターでかけていると。エリアはこういうエリアで、設定はこういう形で、4日と6時間ですか、動かしまして、まあ、再現の観点なんですけど、霧が再現、あとは白滝を境に、南東向きの風とかですね、蒸気霧が再現できるとか、あるいは日変化で陸風18時間、海風6時間なんですね。で、この海風6時間の間に海上の、湿気をですね、陸に運ぶので霧がやっぱりきれいに出るということもあるわけです。で、それをですね、シミュレーションした結果がこれです。それでいろいろ学生がですね、いろいろ試したんですけど、1キロメッシュとか500とかで250でやったら止まっちゃったんですね。それで、ギリギリが300で、実は水平格子500メートルは霧が出なかったんです。ところが300にしたら霧が発生しました。ですからなんかこの辺がどうもシミュレーションの難しいところっていうところがあるかもしれません。これは19日の4時の段階で、まだ全体的にはぼわっとしてるんですけど、6時30分になると綺麗にこの扇状の形が見えてくると。だから特にここなんですけど、この肘側に出ていくここの部分で霧の、領域が非常に集まってきて深くなるということも分かりました。それからあとこういうここで吹いている風ですけれども、大体7、8メートルの風が地表で吹いているということもあります。時間のあとちょっとですね、はい、じゃあちょっと最後におまけで注意をしてきたんですけど、はい、各層のですね、水平方向に、さっきのやつは水平方向に断面切ればいいというようなこともあるんですけれども、断面よりもきれいに見えたのが、各層の水平の絵を描いてみたんです。そしたらですね、これは同じ6時半なんですけれども、60メートルだとこの辺に、要するに下の方に霧があると。で、これが100です。160。200。260、300というと、その時にはここに霧がなくなっちゃうんですよね。ということは、やはり、大洲盆地側がものすごい霧が300から400メートルぐらいがあってですね、それが流儀として流れ出てくるときに落ちて、で最後は海上でストーンと落ちてですね、大洲に広がっていくと。そういう現象が今、捉えられてきていまして、これについては今、うちの研究室では、やはり学生が、さらにですね、これをどういうふうに解析するかということと、あとこの間実際に測器を持っていきましたので、その測器の観測結果の解析を今現在やっていると。これおまけで、この間海から見た時の肘川ですね。で、私は肘川に何回か行ってるんですけれども、普通肘川市なかなか出ないんです。ところが今まで行ってですね、
で出なかったことが一回もないんですすべて疑似会社出てくれて、でそのたびごとにあるデータを持ってこれたんで、まあ、こういうふうな解析ができた。これはあの、大洲市長さんとちょっとお話をさせていただいて、あの大洲市長に呼ばれたんですけど、それであの大洲市に行ったらですね、じゃ あの大洲市長が漁船の先生に出してやれって言うんで、あの漁船を出していただいて、で出たんですね。出たらその日があの今年一番の大きな話だったということです。なんか持ってるなって以上です。ありがとうございました。私は肘川嵐を一度体験してみたいと思ってたんですけど、一般的にはどれぐらいの頻度で発生するものなんでしょうか。あまりですね、肘川嵐の11月がベストシーズンなんですけど、それでも私が見てる感じで 3日に1回ぐらいの割合だと思います。11月でですね。それ以外の季節になっちゃうとですね、なかなか出てくれません。トータルで半年間、例えば10月から3月がそのシーズンなんですけど、約半年で15回ぐらい出るのが年間平均的な日数だと思います。で予報サイトもありますので、その要するに長浜港の不備屋さんがその予報サイトを作っているの でそこにですね、メールの中で連絡取ると出頃だよっていうと教えていただきます。今最後に海がありまして、海のシーン、
実はサングラフに持ってってまして、霧の温度は4度でした。霧の温度が4度で、霧がない地面が見えていた温度は何ですか？霧がない地面が見えていた。あ、何もない時ですか？そうですね、いや、同じ時で霧が見えないところはあったんですか？あ、霧が見えないところですね。霧が見えないんですけども、実際サーモグラフィー上だと水蒸気もちゃんと温度が見えてまして、そうですね、はい、実況学部なんでお金がないので買えないかもしれない、買えないですですけど、この後どんどんですね、いっぱい琵琶湖上にできる
というふうに言われておりまして、これが一つの船で渡ると遭難して転覆してしまうというふうに言われております。拡大するとこんな形で、これ地元の NHK の滋賀版に取り上げられたんですが、こういう渦巻きがあるというふうに言われています。このように非常にですね、人々の影響とか古来から影響を及ぼしてきた強風なんですけども、この平卸の特徴というのがですね、まず示したいと思います。まずは平産地、琵琶湖の西岸ですね、この大体こう約山脈の幅としては10キロぐらいの、幅を持つ山脈でして、そこから卸から吹くわけなんですが、突風が吹く幅というのは大体1キロから2キロ、狭いものだと500メートルぐらいの幅を持つ、卸からになります。で、住民の生活に大きな影響も現代も及ぼしておりまして、鉄道の頻繁な遅れとかですね、地元の学校の休校とかというのを頻繁に、及ぼしております。で、もう一つはですね、これ昨年度だったと思うんですが、地元の小学校の前でですね、トラックが突然倒れたというふうなことがありまして、そういう、あと傘に転覆とか、そういうふうなものも引き起こすというような、風になります。ただですね、この平卸し、平産地なんですけど、この大きな暗部というのが、見られないんですけども、強い卸しが発生するということと、もう一つはですね、発生する位置がですね、ケース前に、事例の中でも時間変化をしているというようなことが大きな特徴として、挙げられる、挙げられています。で、そこで私どもの方といたしましては、産官などの連携ネットワークを、2012年度から構築しておりまして、我々の研究所の方では、平卸しのメカニズムの解明ということを目指しながらですね、あとは民間の NTT ドコモさんとか、JR 西日本さんとか、あとは大津市教育委員会とか、地元の小学校さんと、協力しまして、こういう中密観測の実施だとか、実際に、社会実装に向けた取り組みというものを現在、行っております。で、地元の小学校さんは非常に切実な、悩みがありまして、卸から書くとですね、瓦が300枚飛ぶぐらいの風が吹くんですが、隣の工具では全く風が吹いていないという、かなり局所的な風になります。で、我々の方で2012年の秋からなんですけども、NTT ドコモさんが全面的な協力を得まして、中密地上観測網の構築というものを行っております。で、ここは琵琶湖でして、その西岸ですね、ちょうどこの平山地と、ちょうど10キロの区間の間に、約20点、19点の、観測点を、設置しまして、今は現在も連続的に今観測を、しております。で、このちょうどこの湖西線というと、湖西線というのは JR 西日本の線が走っているんですが、蓬莱駅から北小松というこの5駅間ですね、の間に、これぐらいの、間隔で、地上気象観測を。で、平卸しのですね、発生特性をまずお示ししたいと思います。で、2012年から観測を始めておりまして、2013年3月までの分の解析結果なんですけども、最大瞬間風速がですね、25メートルを超える日というのが28日ありまして、イベント数としましては、日がまとまるものがございますので、25イベント、ございました。で、その中でも最長の継続時間を、もたらした卸しからで20時間、ほぼ丸1日突風が吹くということがありました。で、月別の頻度を見ていきますと、大体ですが、これの頃12月頃と3月この春先ぐらいが一番多いというふうな、状況に今なっております。地元の方もですね、大体春とは秋の頃に多いよということと一致しているかなというふうに考えております。あとは時間別の突風発生特性を見ていきますと、これも半年間なんですけども、大体ですが日中とこの夕方過ぎぐらいに多いというような特徴を、今出ております。で、最大瞬間風速の時間変化なんですけども、これは2012年の10月19日で観測を始めまして、10日後ぐらいに この年の、強い平卸しがありまして、それをマッピングしたものになります。
で右の方がこれ観測点の、風速をですねマッピングしたもので左の図がその時の地上天気図を表しております。で、赤いところがですね非常に風が強いところで青いところが風が弱いところなんですけども、これを見ていきますと、初めですねこの平和山系の北側の方で風が強かったのが時間とともにですねどんどん移動していきまして、最後の方になるところの南の方で風が強まるというふうに非常にですねその発生する場所がこう移動しているということが、まあ、観測的にも、まあ、捉えられるという事例でございます。その時はですね台風が、まあ、南の海上にありまして、まあ、前線がこう日本の東から南に向くというこのような気圧配置をしておりました。で、まあ半年間なんですけども平尾市における突風イベントでの気圧経路ですねを調べてみていきますと、まあ、全突風イベントをまず見ていきますとこれは何を表しているかといいますと、こういう場合はですね北西から、南東方向への気圧傾向と、まあ、冬型の気圧配置の、気圧配置の時を、表しております。まあ、10月から3月までに見ていきましてもだいたい平尾瀬が発生する時というのはですねだいたい北西からこう南東方向への、気圧傾向を持った、状況になっていることが多いということが、まあ、観測的にも最近分かってきております。でそこでですね、平尾瀬が発生しやすいの相関場のパターンですねっていうのを、まあ、一つから選びましてでそれぞれ平尾瀬が発生したのかしてないのかというものを、見ていきます。で、まあ、4例今示しておりますけども、まあ、台風もしくは前線が日本の南にあって、東へ進んでいるかと高気圧が、まあ、日本海もしくは中国大陸の方からこう張り出してくるようなこういうパターン似たようなパターンを4つ選びます。で見ていきます と、平尾瀬が発生したのがですね、この黄色で示した3例でして、よく似た気圧配置をしているんですが、実は2013年3月25日というものは、なぜかこう発生しなかったということになります。でこれをですね、もう少し観測と継続して行っているんですけども、数値モデルを使って細かく見ていこうというふうに、思いまして、数値シミュレーションを現在を検討しております。で使っているモデルはですね、ワードというモデルを使っておりまして、どこまで、解像度を上げるかというふうに悩んだんですが実は、気象庁さんは今、実況で、近況で、の方で5キロ月種の、解像度のモデルを計算させしておられますがそこからですね、それぞれ基地にしまして、4段階ネスティングしていきまして最終的に平尾瀬の領域につきましては50メートルまで高分解の化をいたしました。でそうすることで、まあ、平尾瀬の細かい構造が再現できるようになってきているということになります。でできる限りですね、高解像度の地形データとか海面水温のデータとか植生のデータもできるだけ高解像度のものを使う高解像度のものを使おうということで、地形の方もですね、国土地理院の10メーターメッシュの地形データを入力しまして、植生の方もですね、環境省の100メーターメッシュの植生データをこのモデルに取り込んでいます。で、シミュレーションの結果なんですけども、先ほどお示ししました4例のシミュレーションの結果を、動画にしたものがこちらでして、色は風速を表しております。で、少しずつ始まっていきます。これ大体6時間分あります。1分間の動画を連続的に流しております。で、まあ、一番分かりやすいのがですね、2012年の10月18日の事例でして、まあ、このような形で平山系の風下が、まあ、琵琶湖上にかけてですけども、非常にこれ幅の狭い下ろし風が、この北側とこの、まあ、中ほどにこう見えてくると、見えている状況っていうのが、再現されていると。で、まあ、この事例もですね、まあ2012年の10月18日に比べれば弱いんですが非常に幅の狭いです、ね、局所的な下ろし風というのが、こう出てきてこの辺りになりますと、時間とともにですねその幅の狭い強風域がどんどん移動していく様子というのが、見られます。でこの2013年の3月25日に関しましては、まあ、実際下ろし風吹かなかったんですけども、まあ
数値モデルで計算しましても、まあ、実際、まあ、不可能というような結果を検討していただけるということです。で実際ですね、いくつか観測点がございますので、どれぐらいその数値モデルとして、再現できているのかということを、まあ検証を始めております。で、まずこの4例なんですけども、実際オロチカで吹いたのがこの3例になりますが、まあ、2010年の9月23日と、まあ、2010年の10月18日で2014年3月20日なんですけども、まあ、数値モデルですので、まあ、若干の異相差というのがあるんですけども、実際の観測点の観測データと比較しますと、その平卸しが始まるタイミングのこの立ち上がり方とか、強風の立ち上がり方とか、その継続の仕方というのはですね、比較的ですね、50メートルぐらいまで高解像度化してやると比較的だと。去年500メートルぐらいの解像度で、まあ、シミュレーションを行っていたんですけども、その場合だとですね、なかなかその風の立ち上がりのタイミングもそうなんですけども、この風速のその強弱ですね、強弱とか継続の時間というのもなかなか実際と合わなかったんですけども、50メートルぐらいまで高解像度化してやることで結構実測と合うようになっていたというのが現状で、でまあ、2010年の10月18日というのがですね、結構顕著な、オロチカがこういった例です。実際でもですね、最大瞬間風速で、まあ、30メートル超えるような、風が、吹いてきました。で、まあ、その事例につきまして、細かく、見ていきますと、まずこの辺りですね。この辺りにこうまず強風域が出てきます。まあ、そのすぐ近くでそんなに吹いてないんですね。でその後ですね、この平山地の真ん中あたり、このあたりでも風が吹きます。でこういう形でどん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 吹いてくるんですけど、すぐこう隣の領域ではですね、全然、まあ、強風が出ないというような状況がされていると。でこれをですね、中日地上観測も同時にやっておりましたので、それとまあ比較していきますと、まず平山地 の、この北側で強風が吹いて、その後南側に移っていって、最終的に全体的にこう弱まっていくというような状況なんですが、この左の図がですね、シミュレーションの結果でありまして、初めの頃はですね、この平山地のこの北側の部分、これは大体幅が1キロぐらいなんですけども、強風が始まると、その時はまだ南側でも風が吹いているんですね。で時間と経過とともにですね、北側とこの中ほど南側の方で、2箇所と風が強まっていって、まあ、最終的にはこう弱まっていくというような形で、こういう観測、中密地上観測とモデルを比較しても、この比較的その観測中密観測の結果とモデルと、かなりこういい感じで合っているというような状況が、まあ、最終的に上がっているというような状況になっております。で我々の方でですね、中密もっとですね、まあ、中密地上観測というのは2012年から連続して継続して行っているんですけれども、できればですね、立体構造のですね、観測できないというふうに今考えております。で中密観測キャンペーンということで、実は2014年のつい最近2ヶ月ぐらい前なんですけども、3月の14日から21日までですね、その現地で、地上気象観測を継続して行いつつですね、ラジオゾンデの観測を行っているというように、試験的にも行っていました。ただですね、この平卸の現象としましては、目まぐるしく、まあ、10分単位とかでどんどん状況が変わっていくという状況がございますので、どれぐらいの間隔でゾンデを上げればいいのかということを検討 したんですが、まあ、現象に合わせてやはりその10分から15分ごとぐらいでですね、連続して上げないとダメじゃないかということで、まあ、試験的に、まあ、突風発生時にですね、ラジオゾンデを10分ぐらいの間隔で、まあ、上げていくというようなことを、まあ、行っております。これまで解析中でして、どのような結果が出ているのか、今後、我々も楽しみにしているというような状況です。で、それに加えてですね、この、まあ、実は5月ぐらいで平卸しのシーズン終わってしまったんですけど、次また5月ぐらいから、平卸し頻繁に始まるようになりますので、その秋のシーズンに向けまして、そのラジオゾンデ観測に加えて、対岸からですね、ドップラーライダーを使って、まあ、観測をできないということで、このようなイメージを、描いております。まあ、この辺、これがもうモスキルなんですけども、まあ、この辺に補正線が走っておりまして、まあ、平卸しが吹いてきたときに、まあ、ラジオゾンデ観測を
体構造を観測してあると、そのようなことを、まあ、今計画しているというような状況です。で、まとめますとですね、中密の地上観測によってですね、明らかになった特徴としましては、平下ろしというのはですね、山岳の、まあ、北側の辺縁部にできる、まあ、比較的地面の長い下ろし壁というものと、山麓の南側にできる移動するタイプの下ろし壁というものが、少なくとも2つのパターンが存在するということが、まあ、観測で明らかになってきました。これはですね、実際その地元の方にお聞きしますと、昔から結構こう風が吹く道がどんどん変わっている気がするというふうに言われていたんですが、それをまあ実際観測する、中密に観測することで、まあ、観測的に捉えることができるということが一つ大きな特徴になります。で、もう一つはですね、下ろし壁、この平下ろしに関しましては、必ずしもですね、強風域が谷筋に対応していないということが、特徴としてあります。大体数百メートルのオーダーを持つ下ろし壁というものと、1キロメートルぐらいのオーダーを持つ谷筋に関係ない卓越する下ろし壁という2つの種類があることが観測で、見えてきます。ただこの、どうしてそういうことになるのかということはですね、まあ、今後の解析にかかっているわけですけれども、まあ、少なくともこういう実態があるということが見えてきております。で、数字シミュレーションによる検証ではですね、まあ昨年度500メートルぐらいまでの解像度でやっていたんですものをですね、50メートルメッシュぐらいまでですね、さらに高解像度を加することで、かなり実況に近いような下ろし壁をモデルの中で再現することができております。で、まあ、下ろし壁が発生する事例3事例と、まあ、発生しなかった事例1事例というのを選んで、まあ、今シミュレーションを行っているわけですけども、まあ、発生した下ろし壁3事例、発生ありの3事例に関しては、まあ、シミュレーションでもですね、下ろし壁が発生ありというものを予測できておりまして、まあ、発生がない1事例に関しましては、それが出ないということを、まあ、まあ、事例はまだ少ないんですけども、予測ができているということで、なっております。で、まあ、それをもとにですね、実は特許を出願しまして、まあ、最大瞬間風速の予測システムというものを、社会実装に向けて、何かこうできないかということで、このような感じで、まとめております。で、最後になりましたけども、社会関係、社会実装に向けた取り組みというものを、現在、推進しておりまして、まあ、地元の小学校さんですね、結構学校休校とか、強風によって学校出たもの、小学校出たもののですね、帰れなくなってしまうと、小学生が道端でうつくまっているというようなことが多々ありまして、どうにかならないかということで、2014年の4月よりですね、この小学校の運動場でありますこの防御ネットの上に NTT ドコモさんの環境センサーネットワークの測器をつけていただきまして、観測を開始するとともにですね、これ小学校さんの方にもリアルタイムに情報を提供させていただいております。で、観測を開始して4日目にですね、かなり強い平下ろしが吹きまして、最大瞬間風速でも30メートルという風が、まあ、この小学校で吹くと。ただその吹くんですが、隣の方向2キロ吹いていないという、まあ、やっぱりその非常に、スケールが小さいですね、下ろし現象なのかというふうに感じております。もう一つはですね、まあ、地元の住民の方々や、まあ分野外の、まあ、研究者の方々、あと産業界とか観光庁の方と、まあ、連携しまして、まあ、研究成果をですね、社会関係社会実装とかですね、新たなイノベーションの創出に向けて、ワークショップを、まあ、3月の末に開催させていただきまして、まあ、今後もこのような取り組みを、続けていきたいというふうに、まあ、考えております。で、私の方からは、気象海洋の室内実験課からの、質問なんですけど、この、研究において、観測では建築方向の、観測はこれからだと言ってましたけど、まず室内数値シミュレーションの方で建築方向の、考察はなされているのか、それと、そこで重力流、オロスというと地球流体でいうと重力流というふうに関連付けられるんですけど、その重力流のようなものが見られたのかどうか、それとあと3つ目は、実験
化が興味をもたらすような16名の特徴が、このおろしの、観測とシミュレーションから、見られたのかどうか、この3点についてお願いします。はい、ですね、まずあの、初めは観測数値シミュレーション。数値シミュレーションですね。延長方向。こう見た。数値シミュレーションの方でも、もちろん延長方向の構造とか、立体構造を実は見ておりまして、今見えておりますのは、この場所場所によって安定度が随分違うと、いうふうなことが見えております。100メートルとかですね、1キロとかこう、順番にこう、見ていきますと、1キロほどぐらいに、随分こう安定度が違うなというような状況が見えておりまして、その状況がシミュレーションで今見えておりますので、実際にその安定度を、ゾーンで分けて、見ていきたいなと思います。でその安定度もですね、結構時間変化が結構目まぐるしくてですね、目まぐるしく変化しているというような状況ですので、ラジオゾーンでを10分とか15分ぐらいの間隔で上げて、実際のその安定度がどう変化しているのかというものを捉えていきたいなというふうに今思っているというところですね。で その辺りがですね、一直断面の方を見ていきますと、山岳派がこういろんなところでこうできているのが見えているんですが、それと必ずしもおろし影が起こっている部分が対応して、それだけでこうおろし影の位置を特定できているというような状況ではなくて、ないのでですね、山岳派のそのいわゆるおろし影の理論に加えて、多分その今目をつけているところは形の側のかなりマイクロスケールの、安定度なり何かその細かい構造というものが最終的にその強い風を地上に下ろしてくるというようなメカニズムをつけるんじゃないかというような、仮説を立てまして、研究を進めていると、そのような状況です。ありがとうございました。時間的なその特徴なんですけれども、これも初めにその地元の小学校の方々からですね、どうしてもですね、通勤時間と通学の帰りの時間に多いような気がするとおっしゃってまして、それなので困ると。で、小学校以外の地元の方に聞いても、どうも朝の通勤の時に電車が止まって、帰ってくる時に止まっているということを言われておりまして、実際調べてみると、確かにその日中と夕方頃ですね、多いなっていうのは、観測的にもその、経験とその合致するような結果が出てきているんですが、その辺 そのメカニズムというのがですね、実はよくわからないところがありまして、日が昇ってくるというところだけで起こっているんであれば、その日射の影響とかあるのかなというふうに考えたんですが、日没のところでも起こりやすいというような状況も出ておりますので、これはもうちょっとですね、長期間その観測を続けていってですね、本当にその他の時間帯で優位に少ないのかということをちょっと調べていかないといけないかなというふうに思っているところですね。で、2点目のつまきにつきましては、これは本当に私もですね、謎でして、非常にスケールが小さくてですね、もちろんこの50メートル解像度のシミュレーションでもそんな状況は全く見えない状況です。ただそのモデルで計算をしておりましても、その烏丸川の琵琶湖上でかなりすごいその乱れが、おろしが発生する前と直前とそのおろしが発生中に見えておりまして、その乱れの中でこうできる現象じゃないのかなというふうに思っているんですが、これを再現するには、ちょっともっと、ラージエリシミュレーションとか、それでも再現できるのかどうか、ちょっと私は今、分からない状況なんですけれども、非常に興味を持っております。高さも非常に、その、バイオブズが可視化されているというところが非常に興味深く。流体力学の専門の先生とかいろいろお聞きしているのかなというふうに思っているところです。ありがとうございます。では平瀬先生、ありがとうございました。続きまして全体討論に入ります。準備がありますのでしばらくお待ちください。
方に改めて聞きたいことなどありましたら挙手をお願いします。今日はありがとうございました。お伺いしたいのはですね、それぞれの地区に関して荷台の大きさがどうなのかというのがお伺いしたいと思います。で、近年風の被害といった影響というのは鉄道に関しては瞬間風速がですね20メートルぐらいで列車を一時に冷たりとか行われているようですね。で、一方気象台の方は60号から大体地上では12メートルから13メートルぐらいですので発表されることが多いんですが、乱れが大きい時には電車は止まるんだけど乱れが小さい時にはあまりそういうことがないとかっていうこともありちょっと気になると思います。で、大体大まかにこう見ますと雨水を伴うようなおろし風だと乱れが大きそうだなという感じがします。で、清川出しや藤川嵐が乱れが小さそうな雰囲気がちょっと漂っているんですが、実際のところどうなんだろうかと、それから、山地風に関してはネット検索しますと、山地風に続いて炎上的に発生するランニング現象としてマイマイ風というのがあるので、それは乱れが大きいんだというようなことが言われているそうです。で、そういう乱れが大きい場合にはそれを基準に考慮に入れる必要があるのか、それとも吹き始めなのでその時間帯は風があまり強くないのでそういう乱れがあまりこう被害を全体的には影響しないのかとかをお伺いできればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ちょっと先生がやっているヒロト風の場合はどちらかというとドライな方なんですけども、割と風向も揃っていて乱れが少ない方なんですが突風はすごいというふうに聞いています。まあ、山下風の場合は非常に突風率が大きいです。で、まあ、私はもうシミュレーションしてたら20年近く前だったんで解像度は2キロぐらいでしかやってなくて、今日の東さんの声とか聞いてると、まあ、20年間の進歩がよく見えたんですけれども、結局我々私がやってた頃はだから 2.5 キロの解像度以下はサブグリッドスケールで何流としてパラメータライズしてたんですね。で、実際はただ、強い風が仮想まで伸びてくるので非常に大きな延長視野があるので、その視野によるランビエネルギーの創設があって、非常にランビエネルギーの大きなところが仮想まで来ます。で、その先ほどおっしゃった迷い風というのはその山地風吹き始め山地風前線が観測地点の近くをこう移動することによって風向がかなり頻繁に変わるという現象だと思います。私は、まあ、10分平均値とともに更新しまして、ね、瞬間風速を見ておりますが、まあ、その中でどれぐらいはちょっと適当なのかわからないんですけども、まあ、私の感覚では結構まあ、突風率はあるんじゃないかと思っておりますが、まあ、ちょっとこれから解析より注目して解析していきたいと思います。肘から足は基本的に16流なんで、
類人国の後ですね、やはりかなり霧の塊が動いてくるということを経験してますので、これからの研究じゃないかなと思います。平和の市に話しましては、実は今日お示ししなかったんですけど、特効率のヒートポンプというものを今、調べておりまして、大体そのいわゆる教科書に載っている 1.5 から2ぐらいの間に収まっているものがほとんどなんですが、実はその非常にその災害をもたらすような突風が吹くときがあるんですけど、そのとき、本当に数パーセントなんですけれども、突風率がその2から3と、風が強いんだけどもそれぐらい吹く、平均風速が強い状況の中で突風率が3近いようなものも出ておりますので、そこら辺がですね、非常にその、現象としてなんかポイントかなと思っていることと、あと、胞子が吹く前にやはりそのピアポ状に非常に乱れがたくさんできるということが、見えておりまして、それとの関連というのは今、これから調べているというような状況です。ありがとうございます。その他に何かありましたら、挙手をお願いします。すいません。山地風のところでちょっとお伺いさせていただきたいんですけど、以前先生の確か研究の中でですね、四国のその山地ちょうど真ん中にある山地のところでですね、東洋地域のその山地の中に銅山川って川があって、その谷が菱山村とかあってその谷があるんですけど、その間の谷の影響で風がさらに増幅するという傾向があるんだというような研究が確かあったと思うんですけど、そのあたりは実際にどうなのかちょっとお伺いしたかったんですけど、銅山川というのは確か東西に流れていて、それでそのもう一つ北側に鳳凰山脈という小さな山脈があります。それで今日私はちょっと話が複雑になるので時間の関係もあって、その話はしなかったんですけど、論文には書いてあるんですが、台風19号、リモ台風の時に四国電力の大型送電鉄塔が倒壊した事故が起きたんですけど、それは銅山川の北側の鳳凰山脈の高いところに沿って鉄塔が張られていました。で、挙手的に見ると、大きな四国の山地の暗部地形で風下が急な地形になっているんですけれども、もう少し位置的に見ると、今おっしゃったように銅山川が、一度あって、そのさらに北側に小さな鳳凰山脈というのがあります。で、そこの鳳凰山脈の高いその山頂付近は、おろし風の強い、上空の強い風が一番まともに受ける位置的な地形になっていて、で、その川があること自身が、直接、を作っているというよりは、多分そういうその地形の分布で特徴的な細かく見た時の風が含まれているんだと、理解しています。あとちょっと話変わって、今日の東さんの声も私とても面白かったんですけども、必ずしもその位置的に見た本部地形と強い風が一致しないという話で、日中もしかしたらそれは日中の特徴なんではないかなと思って、そしたらだからもう 50m のシミュレーションされて MBS に近い回答なので、この辺の水平対流ロールと下ろし風の風の関係であるものができているのではないかなという印象も、やっぱり夜間と日中で何か違うという面白いんじゃないかなと聞いていました。その他何かありましたら、立正大学の教えです。ヒロト風について質問させてください。私も岡山出身で興味深く聞かせていただいたんですが、ちょっと2点ありまして、1点目はそのアメダスの薙で観測された風速と被害の範囲が比例しているか、その要は風速が強ければ強いほど被害の範囲が広がる
なり要因の一つであるというふうに言われたんですけれども、そういうふうに考えられた時は、台風の、勢力というよりも台風を流す一般の方が重要なような気がするんですけど、その辺ちょっとコメントいただいたら。はい、僕の後輩なんですけれどもちょっと被害と風速のあまりその本当は大事なんですけども、社会貢献としてはただ僕とはもう気象学的な興味で研究をよくやってるやるタイプなので、あまり被害との関係をすごくこう密接には詰めてないので、風速が強いと被害が大きいかっていうとあんまり答えられないです。そうだとは思うんですけど、で後者の台風よりも台風のその一般般の大事だっておっしゃってるのはちょっと違っていて、台風のアウトフローはやっぱり台風そのものの構造になって、台風じゃないと上空の反対側の南風っていうのを起こせないと思います。だから結構下層が強い北風で上層は別の南風っていう状況は台風特有の風の構造っていうか、バンバよりは違う構造だと思っています。どちらかというと勢力に比例するというような感じで捉えた方がいいですか？勢力も実は台風が崩れてることが大事で、強い台風よりは少し、強い台風の方が強い北風の下層の北風を作るんですけども、崩れることも大事です。その他何かありましたら挙手をお願いします。今日は貴重な講演ありがとうございました。ウェザーニューズで鉄道資料チームをしております川部と申します。1点コメントというかお話とですね、1点古谷先生に質問でございます。鉄道の方はですね、大体風速20メーター程度で、徐行しまして25メーターで止まるという大体基準でございまして、1回でも止まると大体20分ぐらい抑止を行います。で今日お話をいただいた中の、予算線の山地風、陸羽西線の清川だし、それと広戸風の牧新線、大体全部影響を受けるところの局地吹いているわけですけども、そういった前兆現象というのが非常にやっぱり、重要でして、鉄道運行の場合は事前の運行判断とかそのあたりを非常に回します。ですので前兆現象で大体リードタイム2時間とかそのあたりは本当はベストなんですけども、そのリードタイムをやっぱり取るところというところは非常にやっぱり重要な観点かと思いまして、そこをやはり、今後研究の方でしていただけたらなというところで考えております。で、古谷先生に一つ質問なんですけども、私も実はさっきの茂田さんと同じこの研究室で広戸風等の話も噛んだものなんですけども、実は今仕事上気象の監視をしてまして、台風以外でも実はその湯の周辺で風がついて吹いていることがあります。で、広戸風の実際その条件といった場合にはどのくらいの時間スケールを持って広戸風と言っているのかと、あと風の強さですね、実際に実は先週でもですね、その周辺で瞬間風速20メートル超えたものを取っておりまして、必ずしも台風以外でも低気圧が南海を通過するときにそういった現象が起こっているのではないかというのを感じましたので、そのあたりも何か分かることがあれば教えていただきたいなと思います。はい、広戸風の定義は実は誰も作っていないので、地元の人に聞くと、もともとはいつも風が強いんですけども、これは広戸風ではないとか言うんですよ。で、もう大体かなり主観的に広戸風って言うんですけども、経験した立場で言うと、ドーンといきなり今までこう強風じゃないものがいきなり強風ドーンと来るんですよね。今回僕がお見せした事例も1時間で一気に風速3メートルとか4メートルが平均風速がこう15メートルを超えるのがほんの数分で起きると、そういった特徴を持った時が広戸風にこう認定されやすくて、それは僕が考えたそのメカニズムの方がいくつか通りやすいなと思ってます。ただおっしゃる通り、低気圧とか強い北風でいつも風が強いところだとはよく言われています。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後の質問でお願いします。清川市の場合ですね、もちろん農業被害とかなんかがあってマイナス面よくわかるんですけども、これが強化出して言うのかどうか知りませんけども、あの辺りに行きますと
出口に随分あの風力発電あの風車がいっぱいありますよね。で、あの、この写真に入ってないんですけども、おそらく今の写真に入ってると思うんですけども、あのそういうそのプラスの面といいますかね、それがあの教会出しているのかどうか私は知りませんけども、そういったあの場所であのプラスの面も結構あるんじゃないかと思うんですけど、でそういう場合、あそこ の, あの風力発電の稼働率があの他のところよりいいとか悪いとか、非常に適地だとか、あるいはあの大したことないとか、そういうことが分かったら教えていただきたいと思いました。素人出たいと申し上げます。いえいえ、ありがとうございます。まず最初に申しますと、この写真はあの 風力発電の立っているところよりもう少しあの風上側のところにあるので、あの風車は映っておりません。で、ちょっとこのすぐ、まあ、左手あ、まあ、少しここより風下のところにも実は建てる計画があったんですけれども、でそこでちょっと観測もさせていただいたりとかもしたんですが、我々もあのそこは計画がなしになってしまったようです。で、まあ、あのおっしゃるように風が悪いものばかりではないっていうか、悪い影響ばかりではないっていうのは、まあ、その通りでして、で、あの、まあ、風の吹き出し口付近では、まあ、常に5月6月吹くので、まあ、非常に稲の生育が遅れるということなんですけれども、それを知りますと、まあ、風はそんなに悪さをするわけではない、まあ、発生頻度自体も少ないですけど、夏はあの風が吹くからこそあの病害になりにくいと言われておりまして、非常に、まあ、そういう意味では恵みの風であるということも言えるかもしれません。でちょっとあの風力発電の稼働率とかは私はちょっとよくわからないんですけれども、あのこの辺りは冬場の季節も強いので、まあ、そういうのも利用されていると思いますし、まあ、うん、ということぐらいしか分かりません。あとちょっとあの少し文献で見た程度ですけれども、ちょっと風車が立ったことによってあの観測される風が弱まったんじゃないかというご報告も読んだことがあります。ちょっとそういう影響は、まあ、ちょっと細かくは分かりません。それではもう時間にも迫ってまいりましたので、全体討論を終了したいと思います。改めまして講師の先生方に大きな拍手をお願いします。教育と普及委員会、岩田修さんより閉会の挨拶をお願いします。日本気象予報士会幹事長をしております、日本気象学会教育と普及委員、岩田でございます。まずはですね、貴重なお休みの中、かつも盛大にご来場いただきました皆様に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。また貴重なお話をいただきました6人の先生方、そしてコーディネートしていただいた座長、大変ありがとうございました。私どもが携わっております気象学は、数ある学問の中でも生活そして産業に最も密接につながっている学問の一つでございます。今回は公開気象講演会のテーマといたしまして、極地異風を取り上げました。6名の先生方、あのお話の中で数多くのことが解明され、皆様ご理解いただいたと同時にですね、まだまだこれから研究対象になっているとかいっぱいあるんだなというのがご理解いただければ幸いでございます。私ども京都普及委員会は、気象学を専門に携わっていらっしゃる方々、まあ、もちろんのことながらも、広く国民の方々にこういった場で
公開気象講演会とか、あと各大学といった場で、気象学についてできる限り分かりやすく解説をさせていただいて、一人でも多くの方に気象学に興味を持っていただき、理解を深めていただければと考えて活動しております。来年の話になりますが、来年の春の大会でおそらく、公開気象講演会を開催いたします。どのようなテーマになるか、その時代の求めに応じてこれから検討してまいりますけれども、本日ご来場の皆様、また来年公開気象講演会の会場でですね、お会いできれば幸いでございます。今日は1時半から5時まで長丁場でございましたけど、最後までお付き合いいただきまして大変ありがとうございました。